はい、こんにちは。今回無料公開講座ということでね、論文の書き方をちょっとやっていきましょう。で、題材は平成20年の司法試験のね、行政法の設問2と、あと民法で23年のね、設問3話を使ってやっていきます。で、わりかし司法試験の問題の中では簡単な方な、まあ問題なんですけどね、まあこちらの方でちょっとこうね、問わない書き方身につけてもらえればと思いますね。では先に、で今日ね、一応行政法メインです。まあ民法の方もまあつけてあるんですけどね、基本的に行政法の方でちょっと時間をかけてしっかりやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。で、まずですね、この、1ページのところね、挨拶文のところのところはまあちょっと飛ばしまして、2ページのところをね、ここね、見出しがついてますけど、その3ページのところからですね。で、まずこのね、今回の行政法の問題、特にあたって必要な基本知識をここで確認しておこうと思ってます。それが3ページのところになりますね。で、そこで、このね、まあ、促進プット講座のテキストからちょっと、抜粋してきてるんですけど、まあ、縦3のところ見てください。行政裁量とね、司法審査の方法っていうところですね。で、まあ、こういうのね、インプットで大体みんな頭の中入ってるんですけど、実際事例処理するときにね、それをまあ使いこなせないんですよ。なので、ぜひ今日ね、ちょっとこういうのをどういうふうに使うのかっていうのをイメージ持ってもらえるといいかなと思うんですね。で、まず縦3の最初の矢印のところですけども、で、ちなみにこの黒丸ついてるところはね、ちゃんと理解して記憶をしておかないといけないところね、なんですけど、まあ、行政裁量がね、認められる処分をするにつき、まあ、裁量権の逸脱乱用がありますとね、その裁量処分というのが違法になります。まあ、行政事件訴訟法のね、30条ですね、行訴法の30条で、2個目のブロックのところですけども、裁量行為につきね、裁判所そのね、裁量に逸脱乱用があったか否かを、まあ、裁判所の方審査、するんですけども、どんなね、基準を使って、まあ、それを審査するのかっていうことに関しまして、大きくね、3つの判断枠組みがあるんですよ。で、まずその下の括弧1のところですけども、裁量審査、まあ、今日これちょっと一部使ってやりますけれども、行政裁量によりされたね、処分の結果に着目しまして、で、例えばその目的違反ね、その処分の、まあ、根拠法令、法律による行政ですから、必ず行政行為にはね、その法律の根拠がまあ必要になってくるんですけども、そういったその処分の根拠法令のね、目的なんかに違反するような時とか、あるいは何か不当な動機でね、行政処分してるとか、まあ、そういう時に行政、裁量の逸脱乱用ということで違法っていうように判断されますね。あとはその他審議則違反とか平等原則違反とか比例原則違反ね。で、大体行政の基本知識を勉強されてる方はここね、頭に入ってるんですよ。で、あとはこれを事案で実際具体的なね、事案処理するときに使いこなせるようにね、していってもらえればいいわけね。で、今日ちょっとこれ使いますのでね、ちょっと頭の中に今入れといてください。後で問題文読んだときに、あ、この事案だとここが使えるなみたいなね、そんな感じでちょっと自分でね、ぜひ気づいてもらいたいんですね。で、ここのところはちょっととりあえず飛ばしまして、次ですね、次のページ、判断過程審査というところ行きましょう。これもね、今日使います。まあ、いろいろね、いくつかちょっとこう適応性検討する行政行為が複数ありますのでね、ちょっとこうね、いろんな判断枠組み使ってやっていくんですけども、括弧に判断過程審査です。で、矢印のところですけども、まあ、裁量処分をした行政庁の判断過程のね、合理性を審査して、だからこちらはさっきのね、比例原則とかと違ってね、処分の結果には着目しないんですよね。その判断過程に着目してね、で、その判断過程の合理性を審査するという方法です。例えば判例なんかをね、勉強してると、これどういう時にやってるかっていうとね、行政裁量がすごく広い分野ですね。特にこう行政の専門技術的な判断が要求されるような分野に関しては、裁判所ってあんまりね、処分の結果とかそういう処分の内容のね、ところに踏み込んで審査できないんですよ。まあ、裁判官はそんなに行政の専門家っていうわけではありませんのでね。で、そういう時にね、その行政の専門技術的な、まあ、判断が要求されるような、まあ、分野に関してね、その裁量の逸脱乱用を判断するときに、この判断の過程、そこに着目して、その合理性を審査します。で、具体的にどういうところ着目するかっていうと、この2個目のブロックのところですね、この黒丸ついてるところ、これなるべく覚えておいた方がいいと思いますね。答案で書くことがありますので、覚えておいてもらいたいんですが、丸1のところです。まず一つがね、一言で言うと、この多事考慮って言われるものでね、重視すべきでない事実を、まあ、その考慮してね、それで処分しちゃったかどうかっていうところ、それから今度丸2、まあ、評価の不合理ってちょっと短くね、言うことありますけど、事実に対する評価が明白に合理性を欠くような時も、やっぱりそれに、ね、基づいてした行政処分というのは裁量の逸脱内容で違法になります。それから ③ ね、考慮すべき事項を考慮しないかどうかですね。あとはね、事実誤認というのもありますね。まあ、事実誤認というのは一つね、多事考慮とかそういうところに入ってくるものでもありますけどね、事実誤認なんていうところもですね、裁量の逸脱内容を基礎づけるような事情になってきますね。で、この下小田急、例の原告的確ですごくね、有名な小田急の判例の差し戻し審で、まあ、法案の方を判断してるんですよ。で、こちら要は都市計画法に基づくね、都市計画事業で非常に専門技術的なね、行政の判断が要求されるような分野ですので、まあ、裁判所の方もですね、その審査をするにあたってね、あまりこうその
処分の内容の方に踏み込まずに、まあ、判断過程の合理性のところをまあ審査してね、おりますね。まあ、これ判断過程審査の典型的なものになります。ちょっと読んでいきますか。小田急降格事件のね、差し戻し後の上告審ですけれども、都市計画法の都市計画決定の適法性につきまして、まあ、いろんなね事情考慮してるんですけどね、総合考慮した上 で政策的技術的な見地からね、判断することが不可欠だと言わざるを得ないとした上で、それでね、このような判断はこれを決定する行政庁の広範な裁量にね委ねられてるんだと。で、裁判所が都市施設に関する都市計画の決定変更の内容の適法審査するにあたりましてね、当該決定の変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、でここからがあの判断過程審査の、ね、枠組みになってますけど、その基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより、重要な事実の基礎を書くことになる場合ね、まあ、一言で言うと、まあ、他事考慮とかと事実誤認って言ってくれてもいいですけどね、その基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより、まあ、重要な事実の基礎を書くこととなる場合、または、事実に対する評価が明らかに、ね、合理性を欠くということ、それから判断の過程においてね、考慮すべき事項を考慮しないことなどにより、その内容がね、社会通念に照らし著しく妥当性欠くと認められる場合に限ってね、裁量権の逸脱乱用だってことで、それで、まあ、処分が違法になるんだということを言ってますね。で、基本的にこの下から2行目のところで、その認められる場合に限りって形で限定のこうニュアンスをね、こう示すような言葉入ってますけど、やっぱり基本的に裁量の幅が広いようなことに対して裁判所ってあまりこう深くあの首突っ込まないってところね、三権分立の観点からやっぱりこう司法と行政っていうのはね違うわけですから、あまり深入りしないっていうところを前提にこういう判断枠組みがあのできてますね。というわけで、まあ、一応こうね、処分の内容にも着目する、まあ、判断枠組みとしては、まあ、さっきご紹介した、その処分の根拠法令の趣旨に反するとか、あるいはね不当な目的でやっちゃう、あるいはその比例原則とかね平等原則違反、まあ、そういうのもありますけど、まあ、あまりこうね専門技術的なこう判断が要求される分野に関してはあまりその処分の結果とか内容のところには着目せずにですね、その判断の過程のところ着目して、それが合理的と言えるかどうか、でそれがね著しく不合理と言える限りですね、そこで初めてまあ違法になるんだ、採用逸脱乱用で違法になるんだっていう形でまあやってますね。これがね今日あのちょっとこう使いこなせるように、ね、なってくれるといいかなと思うんですね。さて、じゃあちょっと問題文見ていきましょう。5ページちょっとご覧ください。まあ、平成20年の、ね、司法試験の行政法の問題なんですけれどもね、ちょっとこちら見ていきましょう。でまずですね1行目のところですけども、医療社団法人である A はですね、で今回の、まあ、このね介護保険法っていうのが出てくるんですけど、それ、以下法というふうにまあ言ってきますね。まあ、医療法人社団である、まあ、A で介護保険法ですね。でその2行目のところですけど、その法に基づくね、解説許可を得まして、それで、介護老人保険施設、まあ、これ以下本件施設っていうふうになりますけど、まあ、いずれにしろね、そういう介護老人保険施設、これをまあ運営してきたということになってきます。でこの後ですね2段落目に飛んでいきます。2段落目のところで、平成19年10月1日にですね、本県施設を退職して間もない元職員さんからですね、そのね県の福祉課に対しまして、本県施設では法令上必要とされている、ね、医師が存在せず、あと看護師とか介護職員の人数が足りてないんだという通報が入りました。というわけでね、こんな感じで元職員さんから垂れ込みが入ってくるんですね。でそんな感じでこの後ね行政調査が、まあ、されるんですけれども、まあ、その行政調査の適法性とね、あとその行政調査で取得した資料をもとにですね、そのあとある処分がされるんですね、まあ、勧告がされるんですけども、そういう勧告の、ね、ところの適法性なんかを検討するような感じになっていきます。まあ、その中にちょっと、まあ、もう一回2段落目のところを見ていきましょう。まあ、2段落目の2行目のところでね、とりあえず通報が入ったんだと。で2段落目の3行目のところですけど、本件施設はね97条2項3項により、厚生労働省令、ですねの定める基準を満たさなければならないというふうにされてるんだと。で次の行のところですけど、その通報契機にですね、その同月15日にですね、その B 県の職員がですね、法100条に基づきね、本件施設に立ち入り質問報告のね聴取等の調査を実施したと。で行政法はねこの問題文のこの本文のところにこうやって条文入ってくるときあるじゃないですか。こういうときにねこのあと後ろの方に資料であの法律ついてるんですけど、そこチェックしておきますね。まず問題文の本体の中に入ってるね条文で回答するにあたって大事な条文である可能性が高いですから、まあ、このね本文の方に出てきたやつは基本的にチェックをしておくといいと思いますね。なんかちょっと印をね、作っておくといいでしょう。というわけでこんな感じで立ち入り調査をしていきます。でそんな中でね、ちょっとじゃあ皆さん大丈夫、100条見てみます。100条このあと資料ついてますけどね、7ページのところでね資料2ってことで介護保険法ついてます。で100条はね次のページになるんですけどね、8ページのところですね。でこう100条って書いてあったらとりあえずこうチェックしておくのね、何でもいいからこう印を、まあ、つけていけばいいんです。各自ね自分でなんか記号を決めてね、とにかくこう本文に出てきましたよということですね。
でちょっと戻っていきましょう。まあ、いずれにしろこの法百条根拠に、ね、調査がされたということになります。で今の、2段落目のところで今の6行目まで来ましたので、その次ですね。で A の理事長ですね、まあ、本件施設のまあ理事長はですね、他の施設では行政指導として実施指導が、ね、行われているにもかかわらず、いきなり法律に基づく、ね、調査を実施するのは穏当ではないというふうに抗議を増したと。で B 県職員はこれを聞き入れることなく、ね、調査に着手していきました。でその後B 県職員は本県施設の職員から、この辺ちょっと怪しくなってくるんですけど、身分や調査の趣旨を説明するよう要請されたにもかかわらず身分証の提示を拒否ですね。ここなんかちょっとほら怪しいことやってるでしょ。で後で資料読んでいくと分かるんですけど、法律に反してるんですよ。このね、調査100条に基づく調査するときは請求されたときは、ね、身分証明書等を提示しないといけないんですけど、そういうところに反してるという違法が見つかりますね。まあ、とにかく後でね、調査の違法を検討することになりますけど、こういうところポイントになります。まあ、身分証の提示を拒否し、で公的な調査であり抵抗すれば処罰の対象になることを繰り返し述べた上ね、事務机の上にあった帳簿書類等を段ボールに詰めて持ち帰ったんだということになります。でこれもさっきね、100条のところチェックしておくと、承諾がないままね、その書類を持って帰れるようなことを許す規定がないんですよ。法律による行政の観点から、ほら人の、ね、権利を、まあ、制約するようなことに関しては必ず法律の根拠がいるわけですよね。法律による行政ですから、そうすると帳簿を、ね、承諾ないまま持ち帰ろうとするんであれば、それは当然法律の根拠がいるはずなんだけど、この、ね、資料についている条文どこ見てもそんなことができるということは書かれてないんですよね。だからこの点もその違法な、ね、その調査のまあ違法を指摘する、ね、大事なポイントになってきます。まあ、そんな感じのところですね。まあ今のところね、段ボール箱に詰めて持ち帰った。でこの後、B 県高齢化福祉課としては医師が存在しないという、ね、事実は確認できなかったんですが、当日の調査に基づき、本県施設では看護室とか、ね、介護職員数が不足しており、ね、さらには一部の入所者に対する身体的拘束が、まあ、常時行われているということ で、 でここで法の規定ね、これもチェックしておかないといけないですけど、法の97条2項3項、それから省令もついてるんですけどね、まあ、省令の2条1項、それから13条4項違反の状況が継続していると判断するに至っているということになります。でとりあえずね、問題文読むときはね、こうやって条文の番号出てきたらとりあえずチェックしておくんですね。でまあ好みにですけど、この時まあ条文見ちゃってもいいし、ただここでね、条文見ると全体の流れが分かりにくくなっちゃうから、まずは全体を把握した方が自分は効率いいんだっていうんであれば、条文だけチェックして先とりあえず進んでいっても大丈夫です。まあ、このところはね、行政法はとにかく問題文が結構長いことが多くてね、で資料も多いですから慣れが大事なんで、自分なり の、 その処理の仕方っていうのをね、しっかりと身につけてもらえればと思うんですよね。このところで条文見てもいいし、とりあえず条文だけチェックして、全体をこう把握した方が自分は分かりやすいんだって言えば、どんどん先読んでいった方がいいです。でこれはちょっととりあえず先読んでいくことにしていきましょう。いずれにしろね、このいろいろね、この法令に違反する点が指摘されてるんですけど、この先ですね、そこでってとこですね、そこで B 県知事は、A に対して、でこのね、勧告書を交付するんですけど、まあ、この勧告の適法性のところもちょっとね、問題になってきます。そのね、行政調査が違法で、そういう違法な調査に基づいて勧告したときに、その勧告の方に何か影響するのか、調査の違法っていうのがね、その勧告の方に何か影響するのかどうかっていう話になってきますね。まあ、勧告書を交付し、で法103条1項に基づく勧告を行いました。で103条1項って出てるから、ここもねチェックしておくんですね。でその後ですけども、同勧告書には同年3月24日を期限としまして、でまず1、省令の定める基準を遵守できるようね、常勤の看護師、看護職員の人員を確保すること、まあ、とりあえずなんかね、人数が足んないということで、調査されてるんですけどね、そんな感じで人数人員を確保するということが勧告内容の一つになってます。それから2、勧告内容の2としましては、入所者に対する常時の身体的拘束をやめ、定期的に研修等を行いね、身体拘束の廃止に関する、ね、普及や啓発を図るんだと、普及啓発を図るんだということになってますね。それから3として、その1と2に関する、ね、改善状況を文書で報告するという、ね、3点が記載されています。でこれ後で問題文読んでいくと分かるんですけど、まあ、一応、まあ、このね、県の方としては人員不足という点と身体的拘束がされているということが指摘されているんですけど、まあ、こちらの、ね、施設の方としてはこんなことやってない、人員は足りてるし、その身体的拘束もやってないんだということで、後で、ね、争っていくということが分かるようになります。でとりあえず次の段落いきましょう。で A の理事長はですね、その調査以来 B 県からはね、何の連絡もなく、まあ、問い合わせに一切応じてこなかった状況の中で、いきなり勧告書が交付された上、内容的にも誤ってんだと、まあ、人員も足りてるし身体的拘束もしてないんだっていう主張がね、後でちょっとこう出てくるんですけどね、内容間違ってるんだと、いうことを言ってきます。ちなみにいきなり勧告書が交付されたっていうのは、なんか法的に何言ってるか皆さん感づきます、気づきます、ここのところいきなり勧告書が来たっていうのはなんだか分かりますっていうとね、これ一応介護保険法っていう
国の法律に従ってされてるんですよ。でそういう時にね、国の法律に従って何か不利益処分がされると行政手続き法の、ね、手続き規制がかかるんですね。でそうすると仮に勧告が行政手続き法でいうその不利益処分に当たるんだとしたら、はい、不利益処分って言ったら皆さんどういう手続き規制されてますかねっていうと、その、まあ、不利益処分の内容に応じてですね、まあ、告知聴聞あるいは弁明の手続きを、まあ、要求されたりですね、あとその理由の提示がですね、まあ、行政法上、まあ、要求されるんですけども、まあ後で問題文読んでいくと分かるんですけど、そういうことが一切、されて、おりませんね。そんな感じのところでね、このいきなり勧告書を交付されたっていうのはね、まあ、そういうところを法的に問題になってくるんだって話になってきます。で今言って分かるようにね、まあ、そこそこ行政法の基本知識がだから頭入ってないとね、問題文読んでるときに大事な事実をガン見落としていくというねことになってしまうんで、だからいかにね本当にこう基本知識を事前に入れていくのかってところはとてもまあ大事になってきますね。大事な事実をボン今のだって行政手続き法のこと知らなかったら、まずこのいきなり勧告書交付ってところ多分引っかかんないと思うから、まあ、そのまま読み飛ばすと思うんでね、まあ、そんな感じでね、まず最低限の基本知識をまあどんどん頭に入れていくっていうのはとてもね大事なところになってきます。さて、それでですね、このあとね勧告書を交付された上内容的に迷っていると。で、その勧告が違法であると考えて勧告に応ずる意思がない旨回答しています。でこの後しかしって段落ですけども、A の理事長はこのままではね勧告書に書かれた、ように、まあ、公表がされ、市民からの信頼が失われること、それから A としては、まあ、とにかくね勧告によってその後ね、その勧告に従ってないんだということを公表されちゃうと、まあ、えらい騒ぎになっちゃうんだといろんなね、こう迷惑になっちゃうんだってことがこの後書いてあるんですね。ちょっと割愛しますけどね全部読むのはね、まあ、そんな感じでですね次のページ行きましょう。6ページのところの2段落目のところですけどもね、資料1、法律事務所の会議録を読んだ上弁護士 D の立場に立って C の指示に応じて設問に答えなさいと。行政法これね慣れておくのが大事なんですけど、この下設問あるじゃないですか。この設問にただね形式に答えてもね答えにならないんですよ。必ずこの会議録の誘導に乗った上でこの設問に答えていかなければいけないので、結構ね行政法で合格答案書こうとするとかなりのね訓練要しますのでね、まあ、そこは過去問をしっかりね何回も自分が納得できるまでね復習するっていうのがいいんだと思いますけどね、まあ、この単に設問答えるだけじゃなくてその後の会議録に乗りつつね誘導に乗りつつ、答えをね出していかないといけないので、まあ、結構大変なんですね。とにかく慣れが、大事になってきます。でこの今の上の直書きのところですけども、まあ、介護保険法とかね、介護老人保険施設の人員施設設備運営に関する基準、それから B 県行政手続き条例の抜粋はね、資料2の方にもあるんですよということを言ってますね。ちなみにね勧告あれが例えばその不利益処分に当たるっていうことになるとね、まあ、国の法令根拠にしてますから行政手続き法の規制をまあ受けるんですけれども、反面不利益処分じゃないんだと、それはあくまでもまあ任意のものだというふうになった場合、それは県がする行政指導、まあ、法的にね、まあ、見ると県がする行政指導ってことになってきますね。でこれも基本知識になるんですけど、県が要は地方自治体がやる行政指導に関しては行政手続き法って適用除外なんですよ。これは司法試験的にはもう常識ですからね、ちゃんと基本知識で入れとけなければいけないんですけど、地方公共団体がするそのね、行政指導に関しては行政手続き法が適用除外になってます。その代わりその各自治体で行政手続き条例があるときはそちらの方の規制をまあ受けるんですよ。ですの で資料を見てるとね行政手続き条例がついてるのね。なので今回のこの勧告がね不利益処分なのか、まあ、それともあくまでもその任意のものであってね、単なるその地方がやってる行政指導に過ぎないのかによって、その後ですねその勧告にですねかかる手続き規制が変わってきますので、まあ、そこのところをねしっかりとまあ見極めていく必要が出てきますね。ちょっと誘導を見ていきましょうか。まあ、これぐらいのことは頭入ってるとね、この資料1の会議録見読みやすいんじゃないかと思うんですよね。まあ、いかにこの誘導に乗っていくかでね、点数が随分差が開くんですね。資料1見ていきましょう。法律事務所の会議録です。まず弁護士、本日は A の案件ね、A って施設をね運営している人ですけど、A の案件の基本処理方針を議論したいんだと。本件では調査のやり方が、そうだ、すいません、設問読み飛ばしましたね。設問上の設問何聞かれてるのかなんですけど、設問今日設問2ありますのでね、ちょっと1は省略してありますが。設問2のところですね、前期1の最も適切と考えられる法的手段において要はこうね、勧告とその後の公表どっち争うかっていう話を設問して聞かれてるんですけど、まあ、それ今日やらないでね、前期1の最も適切と考えられる法的手段において、勧告やあとほらその勧告の元になった資料をさその手前の調査でまあね行政調査で集めてるんだけど、その勧告や調査の適法性を争おうとする場合に A はいかなるね主張すべきか、A の立場から、ね、主張を考えていきます。で考えられる実態上及び、ね、手続き上の違法事由を挙げて、詳細に論じなさいということになってますね。答案構成の仕方としてはどうですかね、まあ、
まず、勧告や調査の適法性だからまず検討対象2点ですね。勧告と調査を、まあ、それぞれ適法性検討しないといけないんですけど、この通りに多分答案構成するとね、ちょっと時系列と違っちゃうからやりにくい可能性があります。だって調査が先行してますからね。調査で、その勧告に必要な資料を集めてその後勧告してますので、ですので、問題文のね、設問の1行目に勧告や調査っていうふうに書いてあるんですが、おそらく答案構成は調査の方から先書いた方がいいと思いますね。調査でその後勧告の適法性を書いていくんだと。でその適法性に関して設問の2行目のところなんですけど、まあ、それぞれ実態上と手続き上の違法事由を、挙げて、検討しろと、詳細に、論じなさいということになってますので、まあ、そんな感じで大雑把に言うと、まず勧告で、それでそれぞれ実態上の違法と手続き上の違法、それから、次に、あ、すみません、調査だね。調査についてまず実態上の違法と、手続き上の違法を指摘してね。で私はね、今日作ってきた答案は手続き上の違法を先にやりました、まあ、ここもちょっと順番勝手に考え変えちゃってね、手続き上の方まず形式的なんで、まず形式的な違法ということで、まあ、手続き上の違法を書いて、その後実態上の違法をやってますけど、ここはまあ自分で書きやすいように書いてもらえればと思うんですよね。というわけで私は調査の、手続き上の違法、それから実態上の違法で、その後は勧告の、手続き上の違法と、まあ、実態上の違法って形でやっております、まあ、ここはとにかく分かりやすくね、採点者の方に伝えやすいように書いてもらえれば、うまく整理してもらえればいいんじゃないかと思いますね。じゃあそれでちょっと、下の会議録見ていきましょう。資料1ですね、弁護士、本日は A の案件の処理方針を議論したいんだと。で本件では、調査のやり方に目を引くんだと。で弁護士 D、B 件の説明では通報の内容が、重大なものでありまして、証拠隠滅も懸念された結果だということですと。で弁護士 C、 納得できる理屈じゃないんだと。 A はいきなり、これは問題文の本文の方でもありましたけど、任意の、実地指導ができたのにいきなり介護保険法の、100条を根拠にした調査をするってところ、そこおかしいんだって主張してますから、まあ、そこと関連してますよね。 A はいきなり、まあ、調査が、行われたというふうに主張してますが、これはどういった趣旨なのですか。で弁護士 D、B 件の作成した調査の実施要項によりますと、実務上は2種類の調査形態が存在するんだと。で1つは実施指導と呼ばれるもので、行政指導として行われる調査ですと、まあ、行政指導って、典型的にもうあくまでも相手の任意の協力に、応じてもやるものですけども、まあ、1つは行政指導として行われる調査だと。でもう1つが本件で問題となっている法律に基づく調査でして、調査に基づき、勧告がされますと、その後、勧告に従わないと、その旨公表されたりとか、あるいは措置命令が出たりとか、業務停止命令とかね、場合によっては開設許可の、まあ、取り消しなんかがされちゃう、まあ、そういう可能性が出てくるんだというような指摘がされてます。でそんな中で次の弁護士 C のところですけども、A は調査について、まず、何を主張してるんだというところですね。でまず調査の手順がひどい上、中身も誤りなんだということになりますね。で中身が誤りっていうのが、その後、具体的にはあとで ① ② で2点指摘されてるんですけれども、手順がひどいっていうのは、さっきさ本体問題文の本文読んでるときに、ほら身分証を提示しないとかいろいろあったでしょ。で後で資料を見ていくと、そういうことやんないっていうふうに書かれてるんですけど、まあ、そういうところが、多分問題になるんだと思うんですよね、手続き上の違法としてね。でその調査の実態上の違法なんですけれども、具体的には ① 調査が一部の出勤簿を対象としていない上、要はこれ人員不足の点です。まあ県側の方は、今回必要な人員、法令が要求している人員が足んないんだということを言ってますけど、この施設の方としては足りてるっていう、まあ反論していくんですが、具体的には ① 調査が一部の出勤簿を対象としていない上、実施された特定曜日以外に週5日働いている看護師2名、介護職員5名を、計算に、まあ、含めていないなど、まあ、人員把握を、誤ったものがあるんだということになってます。で本件施設は、看護室及び介護職員数について省令の基準を満たしているんだということで、言ってますね。でそれから ② ベッドからの転落防止を第一に、これは身体拘束という点ね、まあ、県側の方はなんか法令が禁止している身体拘束をやってるっていうふうに言うんだけど、まあ、施設の方としてはそんな、法が禁止しているような身体拘束をやってませんよっていう話になるんですが、それが ② のところになります。ベッドからの転落防止を第一に考え、5時間に限って、入所者家族の同意のもとに、1名のベッドに柵を設置しただけであり、常時身体的拘束に該当しないんだと、法令が禁止している、常時の身体的拘束には該当しないんだというような主張がされてますね。まあ、こんな感じのところになります。でこの次のところですね、違法に調査が行われたとして、そのことは勧告にどういった影響を及ぼすのか、これまた別の論点ね、まあ調査が違法だとしてもね、それがその後の公行手続きである、その勧告のふうにどういった影響を及ぼすのかということで、まあ、両者の関係も整理してくれということになってきます。そうするとまずね、何をやるべきかというと、まず勧告の前に調査やってますよね。なので調査についてまず手続き上の違法と実態上の違法を指摘してあげてください。そしてその調査の違法がその後の公行処分であるね、勧告の方にどういう影響を及ぼすのかってことを、まあ書いていくことになってきますね。それと独自に勧告の方もちょっといろいろ問題ありますので、その
その勧告の手続き上の違法と実態上の違法ね、まあ、そういうところを検討していくことになってくるということになります。でこれね、慣れないと大変なんですよね。あの行政法のとにかく司法試験の問題でこんな感じで、やっぱりこう一つの設問に対してね、答えなければいけないことってすごくたくさん入ってまして、で慣れてないと結構読み落とすんですよ。でね、まあ、そもそもこう誘導に乗んないような、会議録に乗んないような答え書いちゃっても全然点数乗りませんので、もう本当にここ訓練していくしかないのね。とにかくこうちゃんとしっかりと問題文に食らいつくっていうね、ことをもう日頃から訓練していかないといけないことになりますね。さてでですね、この6ページのところでね、最後下から2つ目、弁護士分かりました。で最後の弁護士、それと勧告についてですが、次ね、勧告です。 A は唐突に出された点が不満のようですねと。で7ページです、7ページ、弁護士、そうです、これに対し B 県の側は手順は行政の自由であるという理解のようですということですね、どうなんでしょうね、ここのところね、まあ皆さん自分で考えないといけないところですけどね、今回、まあ元職員から垂れ込みがありました、人員不足があるんだ、垂れ込みがありました、でそれに関して調査するにあたって本当に任意の行政指導を先行すべきなのか、それとも法100条に基づくその、ね、調査をすべきなのか、まあ、そういうところに関しましてね、手順自由と言えるのかどうか、まあ、そういうところですね。でその次の弁護士ですけど、それは勧告をソフトなものと捉えているからでしょうか。本件の法的仕組みの中で勧告が占める位置やその性格から遡ってね、どのような手続きが要求されるか、でこのね、勧告についてどのような手続きが要求されるかというのが、さっきちょっとちらっと言いましたけど、これがあの不利益処分に当たるのか、それとも本当に純粋な任意の行政指導なのかによって手続き性が変わるんですよ。不利益処分であれば、あるんであればね、まあ、それは法を根拠にする、国の法令根拠にするものですから、行政手続き法の規制を受けますので、まあ、聴聞手続きとかね、その弁明の機会の付与で、実際の、まあ、資格奪うとか、その許可自体を取り消すっていう、そういう重い処分じゃないから、まあ、聴聞まではいらなくてね、あの要は口頭審理主義が原則の聴聞手続きまでいらなくて、まあ、書面審理が原則のね、まあ、弁明の機会の付与でも、もういいんですけど、いずれにしろね、そういう手続きしてないんですよね、この事案ね。ですので、そこにまあ違反するっていうあの違法が出てきますと、同時に不利益処分だとしますと、同じくあの行政手続き法の方で不利益処分するときは理由の提示が要求されているんですけども、そちらもあのやっておりませんのでね、まあ、そういうところの違法が指摘が、ね、必要になってきます。でそれに対してこれがまあ不利益処分じゃないと、まあ、あくまでもまあ任意でね、まあ、任意に過ぎなくて行政指導に過ぎないんだというふうにあの考えたんであれば、この場合の行政手続き法の規制を受けずに、ね、今度逆にあの地方がするその行政指導ということで行政手続き法の適用除外になりますが、ただ一方であの資料の方に B 県 の、ね、その行政手続き条例くっついてますので、まあ、そちらを見て、まあ、何か、ね、そこのところに引っかかんないのかどうかというところは見ていくことになってくるわけね。だからここはあの場合分けになりますね。皆さんの方がこの勧告を、ね、どういうふうにまあ捉えるのかどうかね、不利益処分というふうに捉えるのか、それともあくまでもその行政指導に過ぎないのかどうかね、地方がやる行政指導に過ぎないのかどうかというところであのこう差が出てくるところでありますね。さてでこの後弁護士 D のところですけどね、勧告服従事業者として市民に公表されるのだけは避けたいんだ。で最後弁護士で、ね、D 君には勧告と公表の法的性格を分析した上で、ね、取るべき法的手段、あこれはすみません、あの設問これ1の方にまあ関係してるんで、あまりあの設問にやるには関係ないんですけどね、まあ、一応こんな感じのところでね、一応問題文全体の把握ができたんじゃないかと思います。というわけで何聞かれてるかというと、この時点でだから頭の中でも整理されてないと厳しいんですよ。要は設問にはその調査と勧告、その適応性聞かれてますけど、それぞれ手続き上と、ね、実態上のまあ違法性、そこのところをまあ主張していくと同時に、ちょっと問題文の誘導にありましたけど、その調査の違法があった場合、それがその勧告の方にまあ影響するのかどうか、まあ、そこも問われてますので、ちゃんと全て、ね、誘導されていることをうまくあのこう整理して、答案のとにかく構成の中に入れて、ね、全部に答えるようにしていくというのがポイントになりますね。でこれね、慣れてない人は本当に厳しいと思うんですよ、行政法なので。今日はね、あんまりちょっと難しいことやりたくないんで、私の回答例を使ってね、まあちょっと結果論になっちゃうんだけど、まあ、この回答例を使ってこんな風に整理したらどうだっていう、それちょっと提示をねしたいと思います。私の回答例ちょっと見てもらえますかね。この後ですね、出題の趣旨と採点実感を抜粋しておきました。ちなみにあの13ページの採点実感、まあ、これ抜粋でね全部載せてるわけじゃないんですけど、でもこの時代ね、最近のやっぱ採点実感と比べて量が少ないんですよね。最近の採点実感はね、試験考査員が将来の受験生に対してどういうね答案を書いてもらいたいかってことを結構丁寧に書いてくれてるんだけど、まだこの時代はね、あの不親切な時代でしてね、あんまり大したこと書いてないんですよ。でもまあ逆に言えば、最近の過去問の採点実感結構やってるとね、まあ、受験生がねどんなことをこう書かなければいけないのかとかよく分かりますので、まあ、ぜひね採点実感の分析なんかはまあしていってもらいたいなというふうに思いますね。まあ、とりあえずあのね、今日のやつはそんなに大したこと書いてないんですけれどもね、
ちなみにちょっと見ていきます。13ページのところ採点実感、縦に採点方針、まあ、1ちょっと端折りましたけどね、採点方針、答案の構成が優れていたり文章表現が優れ、論理性の高い答案のとね、特に優れている答案にはとりわけ高い評価を与えることにしたと。あとは条文の意をね、行政法特にあの資料にいろいろ条文くっついてますので、まあ、項とか号も含めてね、条文の引用が正確にされているか否か、もう採点にあたって考慮することにしたと。まあ雑ですよね。ぜひね、なるべく近い過去問から遡って採点時間見ていってください。いろいろためになること書いてありますからね。ちょっとこの昔すぎちゃってね、若干雑なんですけどね。まあこの辺のところにしておきましょう。で、私の回答例いきましょうかね。はい、そんな感じでちょっと大雑把にね、答案の概略まず先にご説明しますと、14ページのところなんですけども、はい、先ほど言った通り、まず私の答案縦1のところ14ページの一番上で、設問2の縦1、まずね調査の意表から書くことにしました。だから一応こう時系列でね、順番に書くことにしたんですね。というわけで縦1が調査の意表で、それでほら括弧1、私手続き面から先に書きましたね。手続き面の意表、そして次のページの2行目ぐらいのところですけど、実態上の意表ですね。こちら、調査に関する、まあ、実態上の意表になります。でその後15ページの真ん中ぐらいのところで、今度勧告の違法に入るわけですね。で勧告もやっぱその手続き面、括弧1で手続き面の、まあ、違法、それから16ページの方でね、括弧2で、まあ、実態面の違法っていう形で、やってますね。でちょっと見ていきましょう。14ページのところね。でね、今日まあなるべく論点の漏れがないようにこう仕上げてきたんですけど、実際の本番の試験でね、全部書くのって結構難しいと思うから、まあ、自分だったらここで勝負するなと。で大体この答案の7割ぐらいのことが書ければ十分合格できるはずなんですよ。6割5分でもまあいいかもしれないんですけど、これ別にこの通り書かなくてもね、6割5分ぐらいのことだから、これちょっと見てもらってね、自分はどこら辺のところで勝負できるのかどうかってところもよくね、把握してもらいたいと思うんですね。で14ページのところね、まず調査の違法でね、調査の違法はわりかし簡単。まず手続き面の違法の括弧1のあのところですけど、身分証の提示拒否の違法はすぐ分かると思いますね。ちょっと見ていきましょう。あのところですね、身分証の提示拒否の違法、法100条2項、法24条3項、法100条1項に基づく、ね、立ち入り検査を行うにあたり、ね、職員は関係人の請求があるときは身分証明書の提示を、ね、しなければいけないと規定すると。資料を読んでいくとこれすぐ気づきますから、請求があったときは身分証明書を、ね、提示しないといけないというのを気づきますから。でこれやってないですよね、問題文さっき本文確認しましたけどね。なのでここはね、わりかしもうほぼみんな指摘できるんじゃないかと思うんですね。しかしB 県職員は立ち入り検査の際に本県施設の職員から身分や調査の、ね、趣旨を説明するよう要請されたにもかかわらず身分証を提示しなかったため、本問調査は法100条2項24条に違反するという、ね、手続き上の違法がある。まあ、こんな感じのところね。というわけで、まあ、ここは多分みんな書くから、ここで合否は決まんないですね。まあ、まず全員書いてくるでしょう。おそらくさすがにね、担当試験で合格点取るような人はね、これはみんな書いてくるでしょうね。次どうでしょう。次 E のところで、これはね、さっきの帳簿書類を承諾ないまま持ち帰ったってやつなんですけど、これも気づくと思う。おそらくちゃんと資料を見てればその提出を命じることはできるんですけど、承諾ないまま持ち帰るってことは許してないんですよ、そこまでのことはね。だからここもみんな書いてくると思いますね、E のところもね。だからまだ合否決まんないでしょうね、E のところでは。ちょっと見ていきましょう。見出しとしては、法の根拠なくね、帳簿書類を持ち帰ったことの違法。本問調査の根拠法令である法100条1項は、帳簿書類の提出を命じるなどの、ね、調査権限を認めており、提出を拝んだ者に対しては法209条2号により、ね、30万円以下の罰金という刑罰による間接的に提出を義務付けるという、この間接的な強制調査を認めているんですよ。一応刑罰があるんでね、強制調査の一種なんですけど、直接的な強制調査じゃなくてね、差し押さえとかさ、そういうね、直接的な強制調査じゃなくて、まあ、間接的な強制調査に当たるんですけど、まあ、間接的な強制調査を認めていると。で一方ね、法100条1項は県の職員が相手方の承諾なく帳簿書類を持ち帰るような、こういう直接的な強制調査までは認めて、まあ、いないわけですね。認めていないで丸にしときゃいけないからね、認めていないところで変な文章になっちゃったから、まあ、認めていない丸にしときましょうか。でこうした強制調査についてはね、まあ、法律の行政の原理から、まあ、法律の根拠が必要だと。まあ、侵害留保説ね、人の権利を制約するようなものに関しては法律による行政の原理から法律の根拠が必要なんですけど、帳簿の書類持ち帰るなんてもう思いっきりね、人の財産権侵害するようなものですから、まあ、法律による行政からね、当然のように法律必要になりますよね。でもそれがないんですよね、その根拠法令がないんです。というわけで、それにもかかわらず、B 県職員が本問調査が公的な調査であり抵抗すれば処罰の対象になることを繰り返し述べ、承諾なく帳簿書類を段ボール箱に持ち帰ったことはね、詰めて持ち帰ったことは法の根拠のない強制調査を、ね、したということで、まあ、手続き上の違法があるということですね。この2点まではいけるんじゃないかと思うんですよ、皆さんね。
さてで今度次ですね、これはウーダのとこです。これちょっと誘導されてたんですけど、調査の違法が韓国に影響するのかどうかっていう話になってきます。はい、で、最高裁の判例がないところです。まあ、行政調査がね、その後のね、処分にどう影響するのかで、ここで一つの考え方なんですけど、どうでしょう、なんか皆さん思いつきますっていうとね、結構違法収集、刑事訴訟法の話になっちゃうんですけど、違法収集証拠排除法則のね、その違法な手続きがさ、その後証拠能力に影響するかという議論あるじゃないですか。あれと、まあ、実はねここのところって話が似てるんですよね。ですので、あそこのところが、まあ、思いつければなんか自分でね規範立てて、まあ、うまく処理できるんじゃないかと思うんですね。でそういう点で刑訴法の方で違法収集証拠排除法則ってさ、わずかに、まあ、違法があっただけでさ、それで証拠排除しないじゃないですか。まあ、真実発見の観点から何でもかんでもね、ちょっと違法があっただけで証拠排除しちゃうと真実発見の観点から妥当じゃないですよね。あとその違法な手続きから、まあ、いろいろこう派生してさ、まあ、いろんな証拠出てきますけど、そこの関連性がちょっとでもあっただけでそれで証拠排除しませんよね、やっぱ刑訴法の世界ではね。それは何でかって言ったらやっぱ真実発見なんですよ、そこのところなので。ここもねそういう視点で、まあ、行きたい。まあ、規範別にそれ使うかどうかっていうのは別として、そういう発想をちょっと、まあ、出したいんですよね。でそういう点でまずね、まあ、まず調査しますよね。で調査して、でその調査によって得られた資料から、まあ、法令の要件満たしてないってことでそれで勧告するじゃないですか。でその勧告も、まあ、本件の場合はその根拠法令が、まあ、あるんですよ。調査も根拠法令がある、で勧告も根拠法令がある、でそれぞれ一応、まあ、同じ介護保険法の中には入ってるんですけど条文違うんですよね。なので、もともと2つは別の処分なんです。だけど基本的にはその、調査の、まあ、違法が、その高校ね、手続き処分であるその勧告の方の違法には影響しないはずなんですが、ただどうでしょう、どういう時に影響しそうですか。なんか感覚ありません、自分の頭の中で。一応ねその先行する行政調査、これは法100条でしょ。それから勧告の方は何条ですか。103条ぐらい、ちょっと資料見てください。問題文のとこですけど、勧告の方は103条ぐらいでしたっけ。根拠法令が違うってことが分かってくれればいいのね。で根拠法令が違う以上基本的にはね、この先行の行為の違法が高校行為は、そのままね承継されないのが、まあ、大原則なんですよね。ただどうでしょうかね、まあ、そういう時に例えばそう結局先行手続き、その行政調査に基づいて、まあ、処分がされているという関係があるんであれば、まあ、やっぱりね、その法律による行政の趣旨、あるいはその行政手続きにもね人権保障の趣旨を図らせるんだ、適正手続きの保障を図らせるんだという趣旨から、その違法が、まあ、影響してもいいんじゃないか、そんな感じのことを思いつければなんとかね現場で処理できるはずなんですよね。まあ、そんな感じの発想ね。でも原則を守んないといけないのね。一応こう2つの処分それぞれ根拠法令が違うから、基本的にはそのね前の行為の違法が、まあ、高校行為の違法には影響しないんだと。ただその例外がね何かあるんじゃないかってことが気づければすごくいいんですよね、そこのところね。でちょっと私の回答例見てください。そこのところね、まあ、最高裁の判例があるわけじゃないんで、まあ、皆さんねここ多分いろんな規範を覚えてやってんじゃないかと思うんですけど、一応一つなんで、ね、この通り書かなくてもいいですけど、14ページ見てください。のところね、調査の違法が勧告に及ぼす影響、行政による人権侵害を防止するためにね適正手続きの保障の趣旨は行政手続きに及ぶと考えられるところ、調査あとね、調査100条1項それと勧告103条1項はそれぞれ別の根拠規定に基づく別個の行為なので、まず原則の指摘ですね。原則調査の違法はそれに続く勧告の違法には影響しないんだというところになってきます。でこの先はちょっと規範ね最高裁ないですけど、まあなんか自分で考えてほしいんですけど、まあ、私今回ね、最も、先行行為と後行行為が同一目的のものであり、先行手続きにね重大な違法があるときは、まあ、適正手続きの保障の趣旨を没却しないためにね、調査の違法が勧告に影響を及ぼしね、勧告の違法を基礎づけると考えるって感じで、まあ一応なんか現場思考的にね書いておりますね。ここはまあ皆さんなんか、自分でこう刑事訴訟法かなんかのね違法収集証拠排除法則の派生証拠のところなんかをちょっと想起して、まあ、自分でなんかこう考えてもらえれば何でもいいんだと思うんですよね。ここ多分ガチガチに覚えてる人いないと思うからね。でこの後本文見るとってとこです。本文見ると、まあ、先行行為である本文調査と後行行為である本文勧告はこれ適当に自分書いてますけど、介護老人保健施設の開設者に介護保険法のね初期定を遵守させるという同一の目的のものなんだと言えんだと。そして前述の通りね本文調査はその根拠規定に違反する複数の違法があるところね、これら規定は調査の適正を担保するものとして重要性があると言えるということで、そのね前期違法の程度は重大と言えるんだってことですね。まあ、したがって本文調査の違法は、本文勧告の違法にもなるということですね。まあ、ここは本当に書き方いろいろあると思いますので、まあ、あまり頭固く考えずにね、まあ、自分なりにまあ原則貫いた上で例外要件立てて当てはめをね、してもらえれば十分合格できますので、まあ、そんな感じで考えておいてください。さてで今度実態上の違法ですね。
調査に関してはさ、問題文読んでいくとさ、なんか不満がありましたね、 A の施設の方。それなんでかっていうと、実地調査できたにもかかわらずね、いきなりこの法に基づく調査をするっていうのはちょっとおかしいんじゃないか、他の施設ではね、まず実地調査してんのに、なんでうちだけ、この法に基づく調査なんだっていう話してますから、そこのところをね、なんとかね、実態違法にしたいんですよ。でそこで考えられるのは何でしょうっていうと、一つ平等原則ですね。他の施設ではまず任意の実地調査をしているのに、本件施設に関してはね、いきなりその法に基づくね、その調査で抵抗してしまうと、その後そのまあいろいろね、不利益があるような、そういうことをやったってことで、まあ平等原則、なんか不合理な取り扱いしてるんじゃないかとか、あるいはまあ比例原則とか、その他いろんなことが考えられるんだと思います。で私最初ね、まあ比例原則と平等原則それぞれ分けて書こうかと思ったんだけど、まあそこまでしてなくてもね、多分そのいきなり調査をしたっていう点は、まあ多分他の施設との比較で、いきなりやったってとこ指摘して、平等原則のところだけ書ければまあいいかなと思って、とりあえず平等原則のところだけ書きましたね。まあ、昨日ちょっと答案構成した時、平等原則の他に比例原則も立てて書いてたんだけど、まあ、ちょっと長くなっちゃうからさすがにね、であまり違うこと書けないんで、まあ、とりあえず平等原則の方でやってきました。じゃあちょっと見ていきましょう。でこれほら、今日の一番最初にやったやつですよ。行政裁量をね、どういうふうに裁判所がその審査をするのかってことで、処分の内容に踏み込んでね、その法の目的とか平等原則とか比例原則違反判断する方法と、あと判断過程審査あるって言ったでしょ。行政裁量が特にこう重視されるような、尊重されるようなところでは中身踏み込まずに、まあ、判断過程の合理性や審査するってのありましたけど、ここはまあおそらくね、問題文にね、他の施設との比較が書かれてたから、平等原則違反の審査がしやすいんだと思うのね。まあ、そこで調査の違法は平等原則違反だって主張するというふうにすると、まあ、問題文に即した答えになるんじゃないかと思います。まあ、そんな感じで見ていきましょう。括弧2の1段落目、こう規範ですね。規範定律、本問調査の根拠法令である法100条1項は、知事等が必要と認めるときは調査を実施することができる旨規定しているところを、できるとの文言や、あとね、どのタイミングで調査権限を発動するかは専門的判断が要求されることから、まずね、いきなり裁量印刷乱用ってやっちゃいけなくてね、まずそれが裁量行為ということを指摘しないといけないんですね。そこで、まあ、調査を実施するか否かにつき、知事等に裁量が認められるんだところね。これ司法試験の過去問に慣れてくるとすごく大事なところね。今回裁量があるって、このあっさりやっちゃってますけど、最近の過去問はこんな甘くないですよね。もっとこう裁量があるってところ、しっかりと根拠法令処分、資料にくっついてるね、根拠法令分析して、裁量があるかどうか、さらに裁量があるんだとしたら、じゃあどこまでの裁量があるのかということで、もっと具体的に検討が要求される問題が増えてきましたけど、まあ、これはとりあえずこんなもんで成果いけると思いますね。というわけで、まあ裁量が認められると。で裁量行為には4行目の途中ですが、裁量行為はその裁量の逸脱乱用があるときは違法になると。ここで行訴法の30条ね。でここでどの審査枠組みを使うかね、どの判断枠組みを使うかなんだけど、さっき言ったように、ここはまあ平等原則違反でいいんじゃないかと思うんですね。まあ、行政裁量による必要な人権制約や不平等な取り扱いが許されないと考えられるため、平等原則に違反するものはね、裁量逸脱乱用で違法になるんだということで、まあ、とにかく基本知識の平等原則違反をまあ使いたいがために適当に部署を組み立ててるんですよ。要はこのところね。まあ、とにかく今回ここのところはね、他の施設で実地指導してるのに、いきなり、こっちの施設に関しては法に基づくまあ調査をしたってことに関してね、まあ、とにかく平等原則違反で違法を言って、もう頭の中で決めちゃうのね。したあとは文章を適当に今組み立てるわけですね。ここが規範の部分になります。さてで当てはめ見ていきましょう。本も見ると、で平等原則ってさ、憲法の方で基本学んでるはずなんですけど、要はまあ合理的な理由がないのにね、まあ、他と異なるような取り扱いをしたような時に、やっぱ平等原則違反になるわけじゃないですか。ですので、そこをね、ちょっとこう憲法の、ね、基本的な知識を元にやっていきます。まあ、本も見ると、行政機関が合理的な理由がないのに異なる、ね、取り扱いをした時は平等原則違反が認められると考えられるんだということね。で本件この合理的な理由があるかって話なんですよね。まあ、他の、施設では行政指導としての実施指導が行われているのに、本件施設につきいきなり法100条1項に基づく本問調査をしていると。一応その理由としてね、B 県は本県施設において法令上必要とされる人員が不足している旨の、ね、元職員の通報があったため、まあ、いきなり法を根拠とする調査をしたものと考えられると。まあ、県側は多分こうなんでしょうね。まあ、とにかく垂れ込みがあったと。で法が要求している人員を満たしてないんだってことは、まあ、やっぱ施設がうまく運営できなくなる可能性があるから、もうすぐにでも調査しなければいけないんだ。 ですので、まあ、そういう垂れ込みがあった以上、別にね、他は普通だったらまあ行政指導で終わらせてるんだけど、あなたのところの施設の場合は今回元職員の方から垂れ込みがあったから、まあ、かなりね、その法令違反してる蓋然性が高いから、だから、その、ね、法に基づく調査をしてるんだ、多分そんなことを言いたいでしょう、きっとね、多分ね。でそれ結構説得力あるじゃないですか。でも今回はこの施設の方からその違法だってことを言わなければいけないから、結構きついんですよ。まあ、ここのところでね、あんな垂れ込みが、まあ、あった以上ね、なんか別に法に基づく調査先行しちゃってもいいような気がしちゃうから、私ちょっと個人的にね、もしかしたらちょっとこう厳しく見すぎちゃってるかもしれないですけど、まあ、思っちゃうから、ちょっとね、正直ここ辛いんですよね、私個人的にね。まあ、一応こんな感じで説得力あんまりないんですけど、まあ、その後しかし
入所者の生命身体にね、まあ、ただなんか言ってるだけみたいな感じになっちゃいましたけどね、入所者の生命身体に緊急の危険が及ぶんであればまあ別ですけど、さっきのね通報の内容から他の施設と異なりいきなり法に基づく調査をすることに合理的な理由が、まあ、あるとはまあ言えないんだってことね。あとほら、あ、まあ、なんか指摘するんだったら、まあ、確かな情報とは言えない、まあ、元職員もどこの人なのかよく分かんなければね、それが確かな情報とは言えないとか、まあ、なんかいろいろつけてね、とにかくまあ違法だってことを言わなければいけない、平等原則で合理的な理由がないんだという形で言わなければいけないんだと思います。だけど従って本問でのね、他の施設と異なる取り扱いをすることにつき、ね、合理的な理由があるとは言えず、本問調査は平等原則に違反して裁量に逸脱内容がある、違法があるということね。まあ、なかなかでもちょっと厳しいですね。ここの点についてちょっと違法って私個人的にはちょっとね苦しかったです。だからもしかしたらあんまり説得力がないんじゃないかと思うんだけど、まあ、このところもし皆さんの方でね説得的にその平等原則違反、今回はやっぱりその法に基づく調査を先行させたことについて合理的な理由がある、他の施設ではね、まずは実地指導で任意のね行政指導してるんだけど、この施設に関して法に基づく調査をしたことに関して合理的な理由があるんだってことを説得的に言えるんであれば、それ書いたらすごくいい点数になりますからね。そこのところね、ちょっと私はなんかあんまいいこと思いつかなかったんであんまり説得的にね、この平等原則違反だってこと言えなかったんですけど、まあ、そんな感じのところになってきますね。さてで今度韓国の方行きましょう。縦2のところですね、韓国の違法です。で私は手続き面の方から先に書くんですけれども、括弧1の1段落目、本門勧告が、まあ、行政処分に当たらず知事による、まあ、行政指導、本当にまあ任意にね、もう相手の任意に任せられるような行政指導に過ぎないものであれば行政手続き法の手続き規制されません。行政法の3条3項ね。でこれ司法試験の論文試験の常識ですよ。最近の過去問結構ほら行政手続き法、要項とか通達っていうのが問題文にくっついてて、それがね法的性質何なのかって聞かれるんですよ。でそれが大体ね行政法上の不利益処分のそのね処分基準であったり、あるいは申請に対するその処分のねその審査基準であったり、いずれにしろ、ね、行政法に位置づけられることが多いんで、まあ、結構ね司法試験的にはね労務試験的にはその行政法の適用範囲って常識なんですよね。まあねこれぐらいのことは頭に入ってないとダメですね。というわけでもう一回ね、本門勧告が行政処分に当たらず知事による行政指導に過ぎないものであればね行政手続き法による手続き制はされません、ね、行政法の3条3項で、まあ、でもね B 県の行政手続き条例が、ね、ありますので、そちらの方がね、適用されてそっちの手続き制を受けることになっていくと。で一方、本門勧告が行政処分のうち国の法令を根拠とする不利益処分に当たれば、行政法のね、行政手続き法の、まあ、特に弁明の機会の、まあ、付与13条とか、このね14条その理由の提示ですね、不利益処分には理由の提示をしなければいけないんですけど、まあ、そちらの方の手続き制がかかってくるんだけど、これ本件やってないのは明らかなんでね、それでこの条文最初から出してます、13条14条ってね。本件仮に不利益処分に当たるとしたらもう行政法の13条14条に明らかに違反する事案なんで、それでもう端的にね問題文の方にやっちゃってます。ちなみにほらいきなり勧告書を送ってきたってやつじゃない、あそこのところね。だからもう理由聴聞の機会とかその弁明の機会も付与してないし理由の提示もしてないんですよね。もういきなり突然勧告書が来ちゃってるわけね。ちょっと見ていきます、そこのところ問題文確認しておきましょうか。5ページのところですよね、5ページの下から2段落目、5ページね問題文があるところ5ページの下から2段落目で A の理事長はっていう段落ありますよね、ありますね。 A の理事長は前期調査以来 B 県からはほら何の連絡もなく問い合わせに一切応じてこなかった状況の中でいきなり勧告書が交付された上内容的には誤ってるってことね、まあ、この辺のところからちょっと行政法違反、まあ、仮に不利益処分に当たるんだとしたら、まあ、ちょっと行政法違反のところをね、まあ、指摘できるというふうになると思いますね。さてでそんな感じでまたちょっと問題文の方戻ってきましょう。で今度ですね15ページの、縦2の括弧1の2段落目のところですね。でここで一応ね不利益処分の定義出しておきましょう、まあ、ここからそのこれが不利益処分に当たるかどうかというのを認定しなければいけませんので、不利益処分の定義を出します。縦2の括弧1の2段落目、不利益処分とは行政庁が法令に基づきね、まあ、国の法令に基づき、特定のものをね名当て人として直接義務を課したり、権利をね制限したりするものを言います。行政法の2条4号にねこの不利益処分の定義書かれてますので、まあ、これに当てはめをね、まあ、していくことになってきますね。でこっから先はもう皆さん次第です。私今回ね不利益処分だっていう認定をしてますので、まあ、行政法の適用行政法で処理してるんですけど、これ仮に不利益処分に当たらないっていう皆さんが判断したら資料にくっついてる行政手続き条例の方を使ってでそっちの方の違反を指摘してね、勧告の違法を言うことになってきますので、ね、ここから先場合分けですね、皆さん次第になりますね。で私がなんで不利益処分にしたのかっていうとね、このちょっと見てください。括弧1の2段落目、不利益処分の定義が、まあ、今ね2行目のところで終わってますけど、2行目の途中から3行目にかけてですね、法103条
1項に基づく本文勧告は、これに従わないと知事は勧告に従わなかった旨を公表し、法103条2項勧告にかかる措置命令や業務停止命令ね、これは同じく103条の3項の方にね、この2つ措置命令と業務停止命令書かれてますけど、をすることができ、こうした権限行使を背景に勧告に従う義務が課せられるんだ。ここだから、この義務まで課せられないでしょうと、勧告に従う義務までは課せられないでしょうと思った人はいいんですよ。不利益処分じゃなくて普通に県がやる行政指導として行政手続き条例で処理してもらえればいいんだけど、私はね、もう強制されるっていうふうにちょっと思っちゃったんで、まあこのところはね、まあ不利益処分の認定をしておりますね。まあ勧告に従う義務が課せられるものといえと、まあこうした勧告の精神に着目すると、本文勧告は前期不利益処分に当たるんだということでやってますね。ちなみにですね、設問1の方はね、今日やんないけど、まあ、口だけでまあ言いますけど、まず今日調査やって、で勧告して、でその後ね、勧告に従わないことを公表するってことにまあなるんですけど、設問1の方はその調査のところじゃなくてね、その勧告と公表をそれぞれどう争うのかってことを聞かれてるんですよね。で例えばその勧告のところ、今の私の認定の仕方だとね、設問1の方で勧告にね、処分性肯定することになるんですよ。要はね、公権力の行使のうち直接国民の権利義務を形成し、またその範囲を確定することが、まあ、法律上、まあ、介護保険のね、法の、まあ、103条の1項かなんかね、まあ、法律上認められているものに当たるので、まあ、それで私はその処分性肯定することになりますね。そうするとその公表をとにかくこの人されたくないから、どういう形でじゃあ救済を図るかって言ったら、勧告に対する取り消し訴訟を提起して、でその勧告のね、後の公表を勧告の続行手続きっていうふうに位置づけるんですね。そこで、行政事件訴訟法25条2項で執行停止の申し立ての中でも、その効力の停止まではできなくてね、その手続きの続行の停止の申し立てって形で、まあ、やりまして、まあ、それで公表を止めることがまあできるんじゃないかということになってきますね。私のまあ処理ですと、説明はそんな感じで、まあ、やっていくことになると思いますね。でもまあ今日はそういうこと聞かれてないんで、次行きます。はい、で15ページのところで、そしてっていうまあ段落のところですけども、まあとりあえず私ね、不利益処分の認定しました。でそして、行政法2点ね、まず13条違反の問題が出てくるんですけども、本文勧告はね、同法13条1項が聴聞を要求する不利益処分ではありません。営業ほらもう取り消しとかさ、あるいはその資格の剥奪とか、その口頭でね、原則やらなければいけない聴聞手続きって処分の内容すごく重いんですよ。まあ、それに対してこの勧告ってのはそこまでのものではありませんから、要は聴聞が要求されている手続き類型に入ってないんですよ。行政法後で見ておいてくださいね。行政法の13条の1項に聴聞が手続きが要求されているね、ものを箇条書きになってますけども、まあ、そこに当たりませんので、そうするとそれ以外のものに関しては弁明手続きでいいんです。それもね、行政法の方から読み取れます。というわけで、この15ページの最後のところですけどもね、その不利益処分ではありませんが、弁明の機会がの付与が要求される行政法13条1項の、ね、2号ですね、2号に当たるんですよと。にもかかわらず B 県知事は本問調査後何の連絡もせずね、A の理事長からの問い合わせに一切、まあ、応じない状況の中でね、勧告書を、まあ、交付したものであり、本問勧告をするために必要な弁明の機会をフルするための具体的な手続きね、まあ、書面審理中心でありますけど、いずれにしろね、必要なことやってないんですよ。行政法の29条以下にね、いろいろ、弁明手続き書かれてますけど、一切やってません。ですので、取ってない、したがってこれら規定に違反する手続き上の違法があるんだという形でもやってきますね。あとはその不利益処分に当たるとなるとね、理由の提示がまあ要求されますけど、それが次の行政法14条の問題になります。また行政法14条違反のまあ問題としまして、原則不利益処分には理由の提示が義務付けられているところね、行政法14条1項本部本文では理由を示さず処分をねすべき、一応例外要件があるんですけどね、その処分をすべき、理由を示さずね処分すべき、差し迫った必要がある場合は別なんですが、まあそれにも特に当たる事情がないのにね、理由提示してないということで、そこでね、この14条1項に違反するという手続き上の違法に当たるんだというところになってますね。あ、すいません、誤植がありました。今の最後の行のところですね、今の段落ね、本文調査はじゃなくて、これ本文勧告ですね、失礼しました。これすいませんね、昨日のね夜ちょっとこう作ったものですから、慌てて作ってね、ちょっと焦っちゃったな。勧告ですね、こちら勧告になります。今ほら15ページの縦にて勧告の話してますからね、勧告の話してますから。勧告ね、こちら、括弧1の一番最後のところね、16ページのだからもう括弧にすぐ手前のすぐ上のところですけど、本文調査ってなったけどね、勧告になります。さてで今度実体面の違法ですね。実体面の違法に関しては2点指摘がされてます。要は法令が要求している人員が足りてないということと、その法が禁止してるね、法令が禁止している身体的拘束がまされているということなんですけど、それがされてないんだということを言っていきたいと思いますね。さてじゃあ見ていきましょう。まず括弧2で、これね、何が違法になると思います？その
こちらの施設の方の主張としては、人員は足りてるしね、ちゃんと法令が要求してる、まあ、人員が足りてる、そしてまたその身体的拘束もしてないんだということをね、まあ、そのさっきの行政法の基本知識の判断枠組みの中どこに載せていくかって話なんですよ。でそれは実際ほらその一部の出勤簿を対象としてないとかさ、まあ、いろいろなんか事実誤認っぽいようなことが書いてあったから、これはねもう事実誤認なんだと、それで採用の逸脱乱用なんだって形で、まあ、言っておくといいんじゃないかと思うんですよね。そんな感じのところね。あと身体的拘束のところもさ、まあ、身体的拘束してないのにそれをしてるというふうにまあ認定してね、それで勧告してるわけですから、そこもまあ事実誤認で裁量逸脱乱用だという形で、まあ、主張できるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんな感じで括弧2のところ見てください、実体面の違法であるところですね。事実誤認1、前述の通り本件勧告は裁量行為であるところ、裁量行為だってもね事実誤認で、今日ほら最初に初っ端確認した判断過程審査ですよ、この事実誤認ね、まあ、一つ、事実誤認指摘しておきます。小田急のね差本市もほら事実誤認、まあ、例示の一つに挙げてましたけどね、事実誤認って裁量逸脱乱用の一つのね、根拠になってきますよね。というわけで裁量行為であっても、事実誤認に基づくものは裁量逸脱乱用になるものとして違法になるんだと、行訴法30条で本文見るとこっちはわりかし簡単かなと思うんですよね。 B 県知事はこれ普通に問題文にはっきり書いてあるから分かりやすいと思うんですけど、一部の出勤簿を対象としてない上、調査が実施された特定曜日以外にね週5日働いている看護師2名と介護職員5名を計算に含めていない調査結果に基づいて、で本件施設がね、法103条1項と97条2項とあと省令、2条1項3項それから2条3項が要求する看護介護職員の因数を満たしていないと、まあ認定してね、それで勧告の発令要件を満たすってことで勧告してるんだと。ただ、本件施設の人員はね上記法令趣旨の基準を満たしてるんだということで、B 県知事がした本文勧告は、で結論ここね線引いてあるところ、まあ、人員把握を誤る事実誤認に基づくもので、まあ、裁量の逸脱乱用によるものとして、まあ、違法になるんだってことですね。ここはわりかし誰でも書けるところだと思うんだよね。ここのところは、ね、はっきり結構問題文に目立つように書かれてますからね、この出勤簿のところちゃんと見てないとかね、まあ、そういうところでここのところは書きやすいと思います。でね、差がつくかなと思うのは次の身体的拘束のところですね。現にさ、別との柵をつけちゃったっていう点で、まあ、ある意味その移動の自由を奪うようなことをやってますから、身体的拘束は形式的にはしてるんですよ。ただそれが法が禁止するほどの身体的拘束と言えるかどうかってところは結構争いが出てくると思うんですよね、そこのところはね。ですのでここは結構差が出るところだと思います。身体的拘束のところどこまで事案に踏み込んでねかけるかどうかってところで随分差が出ると思いますね。ちょっと見ていきましょう。次はその E のね事実誤認2のところです。B 県知事は本県施設において法131項、法97条3項、省令13条4項が禁止する身体的拘束がされたことを理由にね、法100条1項の勧告の要件を満たすものとして本文勧告をね発令したと考えられると、まあ、そこでね、本県施設において法令が禁止する身体的拘束がされたとかどうかってのを検討していきます。で現にほらさっき言った通りベッドに柵つけちゃってるんだから、まあ、移動の自由奪ってるってことは間違いないですから、まあ、このところね法令が禁止するほどのことをやってるのかどうかってところが一つ問題になると思うんですよね。でここはだから現場思考ですよ。自分で頑張んなきゃいけないのね。ちょっと見ていってください。次のところです。入所者の身体的拘束を禁止するその法令の趣旨は、で結論からして皆さんどう思います？問題文ちょっと見てみましょうか。どの程度のことをやったのかって話なんですけど、まず直感的にこれ違法になるかどうかって話ね。身体的拘束。でその前に根拠法令見とかなきゃいけないですよね。根拠法令はね、今答案に書いてある通りね、16ページの括弧2の意のところの1行目にね根拠法令を挙げておきましたけど、まずスタートが103条1項なんですよ。ちょっとじゃあここだけ条文丁寧に見ていきましょうか。これ盛り上がりどころですからね、随分差がつくところだと思いますから、こういう思考がねできるようになると行政法って安定して受かる合格答案書けるようになるんですよね。このね処分の根拠法令の趣旨から規範定立して、で事案に当てはめて結論出すってことができるとね行政法は安定して合格できるようになりますので、ちょっとここしっかりやっていきましょう。というわけですぐね16ページにまた戻れるようになんか挟んでおいてください。指でも何でもいいけどね。で一回この16ページの、括弧2の意の1行目のまず131項をねちょっと見てもらいたいんですけども、それが8ページになりますね。8ページの真ん中辺に103条というのがあります。103条これ介護保険法ね、今回の処分の根拠法令ですけども、103条で最初のところですが、都道府県知事は、介護老人保健施設がその業務に従事する従業員の人員について97条2項の厚生労働省令で定める因数を満たしておらず、でこれさっき上でやっちゃったの事実誤認1のところでね、その後または道条3項に規定する介護保険施設の設備及び運営に関する基準で、今回問題になるのはこれになります。後でちょっと省令の方を引っ張っていきますけど、その基準に適合しないと、認めるときはね、当該老人保健施設の開設者に対し期限を定めて97条2項の厚生労働省令で定める因数あるいはねこの3項に規定する介護老人保健施設の設備運営に関する基準を遵守すべきと、僕とね今回身体的拘束やっちゃダメよっていう基準があるんですけど、それを勧告することができるんだという形で103条1項がありますね。で
次ね、今出てきた97条の3項というのが出てきましたので、97条3項を見てください。それ前のページになりますかね。7ページの一番下の方になりますね。一番下に97条ありますね。でそれの3項です。前2項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備運営に関する基準は厚生労働大臣が、ね、まあ、定めるんだということで、これは省令の方に委任されてるんですよね。この基準の方がね、省令の方に委任立法されております。だから結局やっちゃいけない身体的拘束ってどんなものなのかっていうのは、省令、これによって委任されたその、ね、基準を委任している省令の方を見ていかないと分かんないってことなんですよ。でそこで本番の試験では そこで省令を探すわけね。でそうすると、次にね、9ページのところにあります、省令が。こちらね、9ページの真ん中辺のところでちょっと太字にしておきましたけどね、見出しのところね、こちらがその委任立法で委任されてね、その設定されている基準でありますね。で、人員に関する基準は今日事実5人1のところで終わっちゃったんで、この2条のところね、2条2条のところを飛ばしまして、次のページですね、10ページの上の方で13条になります。こちらがその運営に関する基準 で身体的拘束やっちゃいけないよってことが書かれてるんですけど、この4項見てください。介護老人保健施設は、ここから皆さん頑張んなきゃいけないよ。まあ、その患者のさ、家族の同意を得て、まあ、ベッドの柵ちょっとつけちゃったんですよ、5時間ぐらいね。でそれがこの禁止、省令が禁止してるね、身体的拘束に当たるのかってことを、ここから趣旨読み解いて自分でやらなきゃいけないのね。でそこでまあ見ていきましょう。4項、13条4項、介護老人保健施設は介護保健施設サービスの提供にあたっては、当該入所者または他の入所者等の生命身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束、その他入所者の行動を制限する行為で、以下ね、身体的拘束等と言いますけど、それを行ってはいけないんだと。で今回B 県のね、調査によりますと、この法令が禁止している身体的拘束がされてるんだということでね、それでまあ勧告がまあ出されてるわけなんですけど、果たしてこの勧告の発令要件でありますこの法令が禁止している身体的拘束がされたといるのでしょうかってところですね。まあ、そこのところで、現にほらもう柵つけちゃってるから、移動の自由がある程度制約されてることは間違いないから、だからあとは質の問題になるんですよ、そこのところね。本当に法が禁止しているその身体的拘束というのはどんなものなのかということを、まあ、自分で趣旨考えてね、この根拠法令の趣旨を考えて規範立てて、であと当てはめしてね、それに当たるかどうかってことを判断していきます。で最終的には例年そうなんですけど、行政法で合格答案を作るには、ここができるかどうかなんですよね。この法案のところ、処分の根拠法令の趣旨を考えて、で規範定立して、その事案を処理するのに必要な規範を立てて、で当てはめしてね、それでその処分が適用かどうか、そこが毎年毎年法案のところで聞かれてるんだけど、ここがね、一番受験生が難しいところだと思うんですよ。やっぱこれは訓練が必要になりますから、だからこれ慣れてない人はね、もう分かんなくて当たり前だから、あまりショック受けないでください。だからこれからが勝負ね。これからちゃんとこのまたこれ復習してもらって、さらに過去問をね、しっかりと、特に法案のところをなんかを、徹底的にね、何度も何度も自分が納得できるまでね、まあ、考えてもらうことによって、それをやってない人と比べて、今度皆さんが来年の試験受けた時にね、やってない人と比べて、またね、まともなことが考えられるようになるんで、で相対的に受かってくるのね。どうせ100点満点でほら、100点の答案書いて受かる人なんか誰しも見ないわけですよ。結局ね、65点以上ぐらい大体取っておけばもう合格できるわけだから、まあそれを目指すんですよ。そこのところね、完璧な答案はどうせ書けませんから、65点ぐらいの答案書くで、それを取るにはどうしたらいいかって言ったら、まあ、なるべくこの過去問をね、しっかり使って、まあ、その思考法に慣れていくと。でそうそれをやってない人と比べると、相対的になんとかね、こう点数が上がって、なんとかギリギリ65点とかって形でね、まあ、合格できるような答案書けるようになると思いますのでね。さて、で今度ちょっと問題文の事実見てみましょう。実際の身体的拘束がですね、まあ、どんな対応でされたのかっていうところなんですけれども、そちら確か会議録の方にありましたよね。6ページですかね。あ、6ページですね。6ページの、下から4つ目の発言、弁護士 D さん、ちょっと長めの発言ですけど、調査の手順がひどい上ってありますよね、下の方のね、弁護士 D のとこですけど、でこれの丸2ですね、4行目のとこです。弁護士 D の発言の丸2、ベッドからの転落防止を第一に考えて、5時間に限って入所者家族の同意のもとに1名のベッドに柵を設置しただけだということでね、まあ、常時の法令が禁止している常時の身体的拘束にはならないんだ。でまずね、ここ自分で考えなきゃいけない、これは法令が禁止している身体的拘束なんだろうかってことを、まず一つ自分で考えなきゃいけないんですよ。どうですか、この、ベッドからの転落防止を第一に考え、5時間に限って入所者家族の
同意のもとにね、まあ、本人の同意ではないんですけど、まあ、入所者家族の同意のもとにその1名のベッドに柵を設置した行為、まずこれが許されるか許されないかだね。で、許されると思ったんであればこれが違法にならないような規範定理するんですよ。さっきのところね、法令が禁止している身体的拘束というのはこういうものなんだと、で本件はそれには当たらないんだという形でもやっていきます。逆にこれも許されないんだというふうに思ったんであれば、これがさっきのね身体的拘束に当たるんだという規範を、まあ、立てて、でそれだと普通に当てはめてね、まあ、この法令が禁止してる身体的拘束に当たるってことで、まあ、それでね違法だという形でやってくれればいいんじゃないかと思うんですよね。あ、韓国はね適用ね、韓国の発令要件を満たしてるから韓国は適用なんだという形でやってもらえればいいと思います。はい、というわけでどうですか皆さん、これ適、まず結論としてこれぐらいの身体、あ、これぐらい勝手にあれか誘導しちゃいけないわけだけど、まあ、この事案を見てね、これ許されるのか、まあ、許されないからね。で、まあ、ここはもう皆さん自分で考えてください。で、私はね、まあ、これぐらいなら許されるかなって個人的にはまあ思ってるんで、まあ、これが違法にならないようなちょっと規範をね立てていこうかなっていうふうに思いましたね。まあ、そんな感じで、私のちょっと回答例を見ていきましょう。まあ、ここはいろんな書き方ができるんでね、本当にこう暗記しないでほしいところですけども、16ページを見てください。16ページの最後の段落ですね、下から3行目になりますけどね、16ページね、あ、違うか、あ、一応上から見ていきましょうか。括弧2の意のところから最初からやりましょう。ちょっと間が、ね、飛んじゃったからね。意のところ、事実5人に、B 県知事は本県施設において法約3条1項、97条3項、あと省令13条4項が、ね、禁止する身体的拘束がされたことを理由に法約条1項の勧告の要件を満たすものとして、本文勧告を発令したと考えられると。まあ、そこでね、この禁止している身体的拘束されたことだったのを検討してますよと。で、次の段落で、ここから趣旨考えてね、やります。で、これがいつも必要なんですよ。行政法で合格答案書くには、毎年こういうことをやらせる問題必ず出てるんでね、本案の適法用を考えるときに、ね、必ずやります。で、入所者の身体的拘束を禁止する、その上記法令の趣旨は、まあ、人身の自由という、ね、重要な人権に対する不必要かつ不相当な制約で、不必要かつ不相当というのはさ、まあ、その安全第一に考えて、まあ、ちょっとこう柵つけるぐらい、ね、承諾得て、まあ、柵つけるぐらいだったら、まあ、なんか必要なことだし相当な行為だろうな、そんな感じで法的に説明できたらいいかなとちょっと思ったのね。それでこういう規範立ててるんですよ、現場思考でね。というわけでね、もう一回、今の段落ですが、2段落目のところですが、入所者の身体的拘束を禁止するその法令の趣旨は、人身の自由という重要な人権に対する不必要かつ不相当な制約を防止するところにあると考えるということね。私はもともとこれ適法だと思ってるからね、まあ、必要かつ相当なものだって形で適法にしたいから、こんな規範を後付けでこう先に考えてるわけね。でそして、上記法令は省令13条4項が規定するようにね、で線引いてあるところです。当該入所者または他の入所者等の生命身体を保護するため緊急やめない場合においてはね、必要かつ相当といえる限度での身体的拘束を強要する趣旨だと。これ規範ですね。だから結局このね、入所者あるいはね他の入所者等の生命身体を保護するため緊急やめない場合はね、必要かつ相当な範囲で、まあ、身体拘束しても法令、それは法令が禁止している身体的拘束じゃないんですよと。だから勧告の要件満たさないんですよ。それにもかかわらずした勧告は違法なんですよ。そんな感じでね、やっていきたいわけです。そらずじゃあ本文を見ると、本件施設における入所者に対する拘束は、ベッドからの転落防止を第一に考え、5時間に限ってね、入所者、家族の同意のもとに1名ベッド作成しただけのことに過ぎず、当該入所者の生命身体を保護するため緊急やむを得ない場合においてね、規範に戻ってます。まあ、必要かつ相当な限度で、された身体的拘束と言えるんだってことでね、上記法令により禁止された身体的拘束に当たらない。まあ、したがって、上記法令が禁止する身体的拘束をしたことを前提にされた本文勧告は、まあ、事実誤認ね、判断過程審査ね、事実誤認って裁量逸脱乱用の一つになりますけどね、まあ、事実誤認に基づくもので、裁量逸脱乱用ものとして、違法なんだという感じで、まあ、試しに、ね、やってますね。というわけでどうでしょう。まず、どの辺のところで合格答案になるかって話なんですけど、この答案全体で言うとですね、まず14ページのところですけど、縦一の調査の違法の手続き面、あのところと意のところありますけど、この2点はね多分指摘できる人が多いと思います、圧倒的にね。だからこれだけだと合否は決まんないですね。まず合格するんだったらこの後意は絶対かけてなければいけないところだと思いますね。身分証の提示してないとかね、あとその帳簿書類持って帰っちゃったっていうね、法の根拠もないのに、まあ、持って帰って直接強制みたいなことやっちゃったというような感じのところ、ここは指摘できると思いますね。あとうのところ、調査の違法が勧告に及ぼす影響はね、これ最高裁の判例がないところだから、ここはうまくできない人も出てくると思いますね。だからここはできなくてもそれだけで合否には影響しないと思います。逆にこうなんとか自分で現場思考でできていれば、一気にねそこアドバンテージになっていくと、他のその先のところ失敗しちゃってもね、そこをカバーできるような感じになってくると思いますね。ここはまあちょっと大変なところなのかなと思いますね。最高裁の判例ないところなんでね、勉強手薄な受験生もまあ多いんじゃないかというふうに思われます。そして今度15ページの方ですけれども、実
体上の違法なんですよ。でこれほら問題文に他のね施設ではまず実地指導で要は任意の行政指導でやってんのに、うちだけこの本件施設だけねいきなり法に基づくその調査をするのはおかしいんだってことを言ってるから、そこのところをなんとかねその法の適法要件載せられたかどうかってところが一つポイントになりますよね。で一つやっぱヒントになるのが他の施設ではってなってるんで、他と比べた場合はやっぱり平等原則違反ね、そこのところはぜひ気づいてほしいなというところね。私はまあ比例原則の問題もあるんじゃないかと思ったんだけど、ちょっとさすがにそのね一つのことで長らく書きすぎちゃうとまあそんな書き切れるわけないから、まあ平等原則の方だけでもまあいいのかなと思って、出した答案の方はちょっと平等原則だけにしたんですけどね。昨日段階で比例原則も書いてたんですよこの下ね。マイクラでもちょっと長すぎてこれたまんないなと思ってね、それで削りましたけども、まあとりあえず平等原則違反のところで、これやっぱ他の施設との対比が問題文にあるから、これはね多分合格する人だったら結構触れられると思いますね。平等原則違反は触れられる可能性が高いというふうに思います。他の施設との違いがこう出てきてるからね。まあ論文試験の科目を全般的に勉強してると憲法を勉強するじゃないですか。で憲法でね結構平等原則違反の問題出てるんですよ何回か。なので思考法を慣れてるからね、おそらくそっちの方で憲法の方でしっかり学習してる人はね、この事案行政法の問題ではありますけど平等原則違反気づけたんじゃないかっていうふうに思いますね。というわけで合格するならここは書きたい、まあ薄くてもいいですけど平等原則違反はちょっと触れなければ厳しいんじゃないかというふうに思います。さてで今度勧告の方ですね。勧告の方でここがねまず最初のところはちょっと気づきにくい可能性ありますね。これが単にねその本当に任意の地方がする行政指導だったら行政法の、ね、手続き行政法の適用除外になってね、まあ、行政手続き条例の規制を受けて、でこれが今度逆に不利益処分に当たるんだってことになると、根拠法令が国の法令の場合はねそれは地方がやる処分でも行政手続き法の適用を受けるんですよ。これ司法試験の常識ですよ。過去問で行政法でずっとそんなの出てるわけだからね、直近から遡って見ていけばそんな問題いくつも、まあ、出てきますからね。私の即死インプット講座の方でも基本知識のところでご紹介してますけど、まあ、そこのところ常識になりますので、まあ、まずそれをねこの問題に使えたかどうかってところが一つポイントになってくると思います。でここで受験生が落ちがちなねちょっと失敗は、やっぱこの行政手続き条例が資料についているものですから、まあ、これ絶対使わなきゃいけないんだということで、そもそも不利益処分という発想がなくてね、まあ、行政法の話だけ書いちゃって終わっちゃうという可能性は出てきますね。まあ、ここのところはだから結構書けない人も多いんじゃないかというところかな。まあ、ちょっと難しいかもしれないですね。まあ、ここのところもしうまく処理できなくても行政法の方だけで処理できれば相対的にセーフかな。なんとかね行政法の方で処理してれば、まあ、相対的にセーフ。まあ、条文読んでいくとねいろいろそれとやっちゃいけないようなことが書かれてますのでね、要求されてる手続き、やってないってことが分かるのでそこのところはセーフなのかと思いますね。まあ、実際設問1でねさっき言った通りさ、まあ、調査してで、まあ、法の違反があるということで勧告して、で今度勧告に従わないということで今度その旨公表、まあ、するわけなんですけど、その勧告と公表についてねどういう形でまあ救済手段取れるのかとかどうかってことで聞かれてて、でそこ考えるとね、私さっき言った通りその勧告のところやっぱりいろいろ法による制裁が規定がありますから、やっぱそこをなんか勧告に従おうとかちょっと義務付けられるんだろうなっていうことで、それでなんかまあ任意の行政指導とはとても言えないなということでね、それでまあ処分性の定義ね、まあ、公権力の行使のうち直接国民の権利義務を決しまたその範囲を確定することがまあ法律上認められているものに当たるんだということでね、それでまあ私処分性あるなっていうところがまああるから、それでまあ不利益処分持ってくんですけどね、まあ、設問1やってないともしかしたら行政手続き条例だけのことしか考えられないかもしれませんけど、設問1で勧告のところのまあ処分性肯定したってことになると、そこで条例しか使わないってなるとちょっと論理矛盾的なことになっちゃうから、ちょっと点数下がっちゃうと思いますね。だからちゃんと論理的に設問1との整合性をね保って書けるようにね、特に設問1の方で勧告についてまあ処分性、肯定したんであればね、まあ、こちらの方も基本的には不利益処分ということで行政手続き法の適用を受ける余地がかなり高くなってくると思いますので、そりゃそうだよね、設問1で勧告に処分性肯定してなんでこれ処分じゃないんだって話になっちゃうから、設問2になって急にそこ忘れてさ、で行政手続き条例があるからってそれだけで処理しちゃったらちょっとやっぱ設問1と設問2の整合性保てませんので、まあそういう点でねちょっと気をつけなければいけないのかなっていうふうに思いますね。さっき言った通り公表差し止め公表がとにかく嫌なんですよこの人ね。だからそこで公表に処分性認めるのって結構大変なんですよね。事実上の行為だからねやっぱ公表っていうのはね、まあ、法に根拠ありますけど事実上の行為だからなかなかね、処分性肯定するの難しいんですよ。じゃあそこで無理してその公表に処分性肯定しなくても、さっき言った通りその勧告に従わないところはいろいろさ措置命令受けたりとかその他いろいろね法令上不利益な取り扱い、最悪はだってその設置許可の取り消しまでされちゃうようなわけだからまあそういう形で勧告に従うこと結構こう強制されてるような感じが
ありますのでね、まあ、おそらく処分制肯定できるから、それ取り消し訴訟を提起すればいいんだろうと。でそれで執行停止は絶対必要になりますよね。勧告の取り消し訴訟をやってるうちに公表されちゃったらもう元も子もないから、必ずね、勧告の取り消し訴訟を提起した上で、でその公表を、そのさっきもちょっと言いましたけど、その勧告の続行手続きというふうに捉えてね、それで行政事件訴訟法25条2項で、その手続きの続行の停止って形で執行停止の申し立てを、まあ、しておくわけですよね。ちなみにこれも基本知識になりますけど、執行停止って処分の効力の停止って最後の手段ね、三権分立の観点からまず手続きの、まあ、続行の停止等で済むんであれば、まずそっちをやんなければ、条文書いてありますからね、その趣旨までさすがに条文に書いてないですけど、25条の2項3項2項以降ね、見てもらえるとちゃんと書いてありまして、処分の効力の停止って最後の手段ですから、まあ、それでね、それ以外の手段で済むんだったらそっちやんなければいけませんからね。で本件の場合おそらく手続きの続行の停止って形で、執行停止の申し立て可能ですから、まあ、そっちをやっていくという感じになってくるんだと思いますね。それで公表がこう事実上ね止めることが、まあ、できるということになってきますね。ちなみに手続きの続行の停止の申し立てですぐさ出てくる基本知識って何ですか。まあ、私の促進インプットの方で、まあ、やってますけど、何ですか、すぐ出てくるものっていうと、というとね、典型的な課税処分とそれに引き続く滞納処分なんですよね。あれが、まあ、手続きの続行の停止って形で、まあ、執行停止の対象になるんだっていうね、ところは基本知識になりますけど、まあ、そういうところを応用するわけね。まあ、もちろんこんな事案のやつなんか一時テキストに載せたらキリがないから、まあ、載せてはありませんが、まあ、いろいろねその基本知識のところで学んだ具体例をね、ちょっといろんな事案に応用できるといいんじゃないかなというふうに思いますね。というわけで、この手続き面ね、だから今の整合性が結構だからね保てるかどうかなんですよね。その設問1で勧告に処分制認めて、でそのことを忘れて、でまあ、このね、設問2の方でね勧告のところでいきなり、まあ、資料についてるからって言って行政法の条例使っちゃう、理論的にはまずいんだけど、でも初見の段階だと結構やっちゃう人が多いんじゃないかと思います。でもしこれ初めて見た時にそれやっちゃったって言ったら、そこは大丈夫だと思いますね。なんとかセーフ、本当は やっちゃいけないんだけど、まあ、他の人も同じような失敗をしてる可能性が高いので、まあ、そこはセーフなのかと思います。でも今後はやっちゃダメね。もうこれで勉強してるんだから、今後はちゃんとしっかりね整理していかなければいけませんね。で今度はですね、16ページのところですけども、実体面の違法でさっきの人員不足、これはみんな書いていきますよ。さすがにこれはね合格答案届かない人でも書いていきますから、これは差がつかないですね。こちらの人員不足のところは差がつかない。でこのもう一つのね、この身体的拘束、ここはね書き方で随分差がつきます。ちゃんとその規範定理できた方がね、処分の根拠法令のところから趣旨で自分で考えてね、とにかく事案の中でさ、ベッドに柵つけちゃってるってことは間違いないんだから、5時間もね、の長時間にわたって柵つけて、それでね、移動の自由をある程度制約しているところは間違いありませんので、まあ、そこのところはね、果たして法令が禁止している身体的拘束っていうのがどの程度のものを、まあ、言ってるのかどうかってところは、まあ、結構考えて、考えられるかで随分差がついちゃうのかなっていうふうに思いますね。というわけでどうでしょう、まあ、皆さん予習されてない、まあ、皆さんお忙しい方も、ね、結構多いと思うんで、予習しなかった人もまあいるかもしれませんけど、まあ、一応予習段階でね、ちょっとこう今私が喋ったことと照らし合わせてみて、まあ、どれぐらいのところまでまあ書けたのかどうかってところで、今の段階だったら全くそこは心配ないです。行政はまあ基本的に難しいですから、これ考えられない人はね、要は訓練不足なのね。だからまあぜひ過去問、まあ、これを復習するのは当たり前ですけど、まあ、直近の過去問から遡ってね、ぜひ行政の過去問をしっかりと問題文丁寧に見てね、それから採点実感すごく大事ですから、まあ、行政法に限らずね、全ての科目、司法試験の採点実感を見るのがね一番いいですよ。どんな答案が受験生に求められているのかってことをよく書いてありますからね、将来の受験生に向けたメッセージですなわけですから、まあ、そこをしっかりと読んでね勉強してもらえればと思いますね。自分が受験生の時はねやっぱ採点実感よく分析してましたから、でなるべくねそれに合うような答案っていうのはどういうものなのかなっていうのを一生懸命考えてね、自分で同じ問題だけどね何回も何回も書いてたんですよね。まあ、そんな感じでね、もう本当にそこを一生懸命考えるというところが大事ですね。あと人の答案真似しないっていうのは大事だね。まあ、1回ぐらいはさ、答案の書き方分かんないうちはそれは参考にせざるを得ないですけど、まあ、ある程度答案の形が分かってきて三段論法できるようになってきたら、もう人の答案なんかもう見ないで、やっぱ自分で問題文食らいついて、まあ、考えていくということをよくやってました。いきなりはできないからね、ちゃんと答案の型をしっかりとまずは理解をしてね固めてもらってからでいいんですけど、最後はやっぱ初めて見る問題処理しようとすると、そういう能力が絶対必要になるはずなんですよね。とにかく忙しいんですよね。本番の試験こんなに資料ついてるから、行政はやっぱ問題も長いですからね、まあ、とにかく初見の問題でも解けるようにするには、自分で問題をねしっかり考えて自分で組み立てるという能力が必要になってきますね。ちょっと自然の趣味見てみましょうかと、さっき読み飛ばしましたけど、でそれでちょっと行政法案にしようと思います。12ページ見てください。まあ、こんな感じですね。まあ、
調査の方からやっぱ先書いてありますね。調査勧告の順番で出題の詩書かれてますね。設問の順番と違ってね。で私、まあ、こんな感じで答案整理してますけどね、まあ、調査については、12ページの、ね、上のブロック、調査については、帳簿書類等を段ボール箱に持ち帰った行為が、ね、強制力の行使に当たるとすれば、ね、介護保険法100条の解釈として許容されるかを検討する必要があると。でさっき言った通り100条って段ボールその帳簿書類を提出することを命じることは許しててもね、承諾ないのに無理やり職員が持ち帰るということは許してませんからね、まあ、そこのところが一つ問題になります。それから2行目の途中から3行目にかけてまた、調査にあたり B 県職員が身分証を提示しなかった点についてこれ気づきやすいと思うんですけどね、まあ、100条の2項と24条の3項に違反するのかが、ね、論じられなければいけないということね。これ明らかに違反するのは明らかなんでね、ここはもうみんな指摘しますね。まずね、受験した人であればね。でこのほか、行政指導として行われる調査を同法100条の調査に先行させる義務を知事は負っているのかという問題もね、まあ、検討すべき対象。私は平等原則違反の枠組みの中で、まあ、それ自主的にこの議論をしておりますね。で上記の検討を通じ調査の違法が認められる場合にそれが勧告にどのような影響を及ぼすのかも検討することね、それも誘導されてますからね、まあ、これの検討も求められてますね。でこれ最高裁の判例がないところだから、まあ、一応原則ね2つその調査も勧告もそれぞれ根拠法令が違うから原則まあ違法は影響しないんですよ。このね根拠法令違う以上別個の行為なわけですから原則違法は影響しないんですけど、ただね一定の要件のもとその違法が影響されるんじゃないか。で基本的にほら刑訴やってるとさ、まあ、当たり前のことじゃないですか。その原則は影響しなくてもなんか関連性があればさ、やっぱ基本影響するわけだからね。違法収集証拠、愛情速とかで発生証拠の証拠能力とかよく勉強してると思うんですけど、皆さんね、まあ、基本的にね、原則その違法というのが影響しなくてもね、まあ、何かしらのこう例外要件があれば違法影響するってことだってなんとなくイメージ持ってると思うから、まあ、なんとかねそこのところ規範を立ててやってもらえればと思うんですよね。で今度次のブロックのところですね、勧告のところです。勧告の違法性に関しては、基準違反を内容とする県の指摘につきましてね、まあ、人員不足とか身体的拘束とか言ってますけどね、基準違反を内容とする県の指摘について事実誤認を主張することが考えられると。でこのほか勧告に関しては勧告の手続き法的、ね、違反が問題となる。その前提として、勧告にはどのような行政手続きが要請されるのかを論じなければいけないんだと。で例えば、勧告を不利益処分と捉える場合、これ場合分けされてますけどね、不利益処分と捉える場合には行政手続き法の不利益処分手続きが適用される。この場合には具体的にはどのような手続き規制が要求されるのかを明らかにした上でね、私は弁明手続きとその理由の提示ね、行政法の13条1項2号と14条ですね、まあ、そちらの方の指摘をしておりますね、まあ、明らかにした上で本件事案ではそうした手続きが踏まれていたのかを検討することになると。でこれに対し、下から3行目のところですけども、勧告を行政指導と介する場合にはね、あくまでも任意のものに、まあ、してやってるんだと、別にねその従う義務はない、不利益処分じゃないんだと、義務課されてるわけじゃないですよと皆さんが評価したんであれば、まあ、行政指導になりますけども、その場合にはね知事の行う行政指導については行政手続き法は適用除外となりましてね、B 県行政手続き条例の定める行政指導手続きが要求されるってことね。であとはまあ条文見ていくといろいろ条例と違うことやってるからそこを指摘してあげればまあいいということになってきますね。ただ先ほど言った私説問1の関係でね、私勧告に処分性肯定しちゃうからもう説問2の方でねちょっとこうその勧告を行政指導に過ぎないって形のわけにはいかないんですよね、そこのところね、というわけで、まあ、そんな感じの理論の、ね、整合性を取ったものになっております。じゃあこれでとりあえず行政法を終わりにしまして、最後じゃあ民法ね、こちらまあおまけで最初行政法だけこれやろうと思ったんですけどちょっと寂しいかなと思ってね、それでまあ民法もちょっとおまけで急遽やることにして、それでウェブの方でまあ告知を、して、もらいました。さてじゃあちょっと見ていきましょう。民法ですね、18ページのところからですね、平成23年の民法の設問3になるんですけれども、まずねこの問題を解くのに必要な基本知識をちょっと確認しておきましょう。19ページのところです。結論からまずね大雑把にちょっとこれどんな話だったのかってことを、まあ、言っておきますと、建物をねエレベーターが設置されている建物を所有している人がいます。でさらにその建物をねその所有者から借りている人が、まあ、いるんですよね。でそんな中で、まあ、建物をさらにエレベーターを設置した人も、まあ、いるんですね。でそういう状況の中で、そのある人が第三者がその建物を訪れてエレベーター乗ったんですけど、エレベーターのボルトのね締めがちょっと甘かったために揺れてしまって、でそのエレベーターを利用した方がですね、まあ、損害を受けてしまいました。まあ、そこでその損害賠償請求の問題になるん
ですけども、まあ、誰に対して、ね、何を根拠に、まあ、請求できるのかどうかというところが、まあ、一つ問題になります。でそうするとまず、どうでしょう、基本知識からするとどんなことが問題となります。そのエレベーター、ね、ボルトの締めが甘かったということで揺れてそれで怪我しちゃったということになるとというと、まあ、土地工作物の、ね、まあ、責任ということが一つ問題になると思うんですよね。まあ、717条 の、ね、その不法行為責任がありますけど、そちらが一つ、まあ、問題になるんだと思いますね。でそういう時に、まあ、これ担当試験の知識としても、ね、頭の中に入れておかなければいけないんですけど、工作物責任の基本知識ってどこになりますかねっていうと、占有者の責任と所有者の責任をちゃんと区別していくことが大事になります。で、工作物責任というのはね、まずやっぱりその、物を占有している人というのがまず第一にね、そのものを直接見ることができますので、まずは第一的に占有者が責任を負うんだという構造になってますね。でその占有者が、まあ、必要な、ね、注意ちゃんとしてたんだということになってくると、二次的に、まあ、所有者が、まあ、責任を負うんだということになってます。で占有者の方は、まあ、自分がちゃんとね、その工作物の設置や管理に、ね、必要な注意してたってことを言えば、まあ、免責されるんですけれども、二次的な所有者の責任というのは、まあ、免責されないんですよね。まあ、不可抗力についてはさすがに責任はないんですけど、でもこうね、自分に注意が怠ったことがないんだと、要はね、自分に不注意がなかったんだってことを、まあ、言ったんだとしても免責されないってことで、無過失責任っていうふうにまあ言われてますね。まあ、その辺のところ担当知識で頭に入れとかなきゃダメなんですよ。でそのところが頭入ってることを前提に、今日はねその先の話です。19ページ見てください。このねポイントはこっちですね。被害者の訴因とこの過失相殺のですね722条2項の累積適用によるその損害賠償の額の減額という問題になります。本件の事案ですね、そのエレベーターに乗って怪我をした人がですね、ちょっとこう身体能力がちょっとこう衰えていたんですよ。でその原因が2つありまして、それがまあ要は減額事由になるのかどうかって話なんですけども、1つがね、その加齢、年をまあ取ったということでその加齢が原因、あともう1つがその妻の介護をね、まあ連日していたため疲労が蓄積していたという事情がありました。でそれがこの、ねまあ、判例の射程なんかを考えた上で、それはあるいはその基本的な学説を踏まえて考えたときに、そういう、加齢による、まあ、身体能力の衰えとか、そういう介護による、ね、その介護疲れによる、まあ、疲労の蓄積、まあ、そういったものがですね、その減額事由に当たるのかどうかっていうのをね、きちんとその趣旨を踏まえて、考えていくことができるかどうかということが問われてましたね。でちょっと基本知識確認しておきましょう。19ページの縦語のところですけども、カッコ1見ちゃいましょう。カッコ1、被害者の訴因、まあ、カッコ要因については明文の定義はないんですけど、一般的には病気、怪我、既往症や持病、身体の機能的障害などね、損害の発生拡大を招く可能性がある要因をね言いまして、身体的な要因だけでなくて、心的な要因もね、訴因も関連できるということになってます。で今のブロックの2段落目ですが、加害行為に被害者の訴因が相まって損害を発生拡大させた場合ね、被害者に過失があるわけではないから、まあ、過失相殺の規定直接的にはできませんけど、まあ、損害の公平な分担というね、過失相殺の制度指示が妥当するということで、まあ、この過失相殺の規定の、ね、722条2項累積適用しまして、損害賠償の、ね、額を減額するということが一般的に判例の方は強要してますね。学説は大反対してるんですけどね、ここだから学説と判例がすごく対立してるところですね。学者の先生はまずこれ賛成してる人はほとんどいないからね、まあ、判例だけなんですけどね、だからそれで司法試験出すんですよ ね、 でね、学説と判例がすごく対立してるところは、まあ論文試験出して、でしかも判例の事案と違うのを出すのね、本当にここの意味が分かってるかどうか、まあ、今回だったらそのさっき言った通りさ、加齢によるね、年取ったことによるその身体能力の衰えとかさ、まあ、その疲労ね、介護で連日奥さんが介護して、まあ、疲労増してるんだけど、そういうの本に書いてないんですよ。なので、意味がね、ちゃんとその減額の本当の意味がなんで減額できるのか、じゃああるいはしちゃいけないのかってことが分かってないとね、考えられないんですよね。結局ね、論証を貼り付けるぐらいで終わっちゃってね、ですからそういうところが出てきますね、論文試験ではね。そこでね、ちょっとまず判例の方をご紹介しましょう。まあ、これ促進ブットのテキストの方、促進ブットのね、ちょっと授業の方で細かいことやってるんですけど、まあ、今日はちょっとあまり時間がありませんので、結論部分でちょっと判例ご紹介しますと、22ページに飛んでてください。22ページのところね、でカッコ3のところなんですけど、精神的要因や身体的要因につきましてね、最高裁の判例が、まあ、減額を、まあ、認めているものに関して、このカッコ3の1個目のブロックの下のところですね、まあ、ちょっと図を書いておきました。まあ、被害者の訴因に関してはまず心因的訴因とこの身体的訴因を分けまして、で心因的訴因に関しては昭和63年の最高裁がその減額をね肯定しております。それからその身体的な方はね、身体的な要因とか訴因に関してはそれはね疾患に当たるものであれば減額肯定するんですよ。でも疾患に当たらない
要は単にちょっと普通の平均の人より首が長いに過ぎないとかね、そういう時にあの車でムチ打ちになっちゃうとさ、まあ普通の人よりはちょっとこう被害の額が大きくなったりとかしがちなんですけどね、容量期間が長くなったりとかしてね、被害の額大きくなりがちなんですけど、まあしっかり当たらない身体的な特徴に過ぎないものに関しては判例はまあ減額をまあ認めていないんですよね。なので判例の枠組みに従っていくと、今回の心因的な要因ではなくてね、まあ身体的な要因ですから、加齢による身体能力の衰えとか、そのね、介護疲れでまあちょっと疲労蓄積していたっていうのは心因的な要因というよりはまあこちらの心的要因のところになりますから、判例の枠組みに従っていくと、それが疾患に当たるかどうかによって減額できるかどうかってところが決まってくるんですよね。で、結論からしてどうですか皆さん、判例の枠組みに従って考えたときに、まあまず加齢による身体能力の衰えをさ、疾患なんて言われたらそれは嫌でしょ。皆さんまだ若い人もいるかもしれないけど、自分が年取ったときにさ、まあなんかただ年取っただけでさ、それ減額要因に当然のようにされたら頭くちゃじゃないですか。だって誰が一番悪いかしたら加害行為やった人が悪いんだから、不法行為に関してはね、加害行為やった人が一番悪いんだから、だからそんなの疾患なんて言われたくないですよね。こう形式に考えちゃいけないんですよ。疾患に当たることの法的効果を考えて、それに当たるべきかどうかってことを考えなきゃいけないのね。で、疾患に当たるっていうふうに判断された場合の法的効果は、判例の枠組みからしたら減額肯定されるっていう効果がまあ生ずるわけなんですよね。で、いずれ皆さん、誰しも年をまあ取るわけですけど、一定の齢を超えたところでさ、それでなんか一番悪いのは不法行為をねやってる加害者なのに、なんか減額当然のようにされちゃったらね、たまりませんよね。実際に治療費がさ500万円かかってるのに、まあ、あなたは何歳以上になっちゃって、まあこれぐらいですから、まあ 30% 減額ですねってことでさ、それでなんかお金もらえないのおかしいじゃないですか、ね、現に治療費かかってんのに、しかもその加害者がいなければそんな損害受けなかったわけですから、まあ、それが価値判断が必要なんですよね。それが疾患に当たるかどうかってところの根本的なところになってきます。まあ、そういう観点から考えていくと、まあ、やはり、その加齢による身体能力の衰えっていうのは私は疾患にはしたくないと、判例の枠組みに乗るんだとしてもね。あとは、まあ、介護で疲労困憊、まあ、その疲労が蓄積していたということで、まあ、それが損害の発生の拡大につながってるんですけども、どうでしょう皆さん、まあ、皆さん受験生だから、まあ、受験で疲れてるんじゃないですか。皆さん介護のお疲れ、もしかしたら家族の、ね、問題あるかもしれないですけど、まあ、おそらく受験疲れてる。で、ちょっといつもより寝不足だということで、たまたまどっかの建物入っているエレベーター乗ったらさ、まあ、揺れて、それでちょっといつもよりも大きく怪我した時にさ、そこでかかった治療費の全額をね、ちょっとこうもらえないで減額されちゃうと、である程度自己負担しなきゃいけなくなっちゃうんですけど、その治療費をどうですか、嫌じゃありません、そんなの、そんな疲労の蓄積ね。まあ、考えるんであれば、やっぱ疾患に当たらないんだということになってくるんだと思うんですよね。まあ、そういう価値判断出せるかどうかというところになってきます。なので判例に乗った場合は、結局身体的損因要因に関しては疾患に当たるかどうかというところでね、その減額は累積適用できるかどうかというところがまあ決まってくるんだということになってきますね。それに対して学説はね、そもそもこの減額自体大反対なんですよ。なんでかというと、もう加害者が一番悪いんだから、この不法行為の場面ではね、もう全額賠償すべきなんだっていう話になってきます。それが24ページですね。24ページをご覧ください。24ページの一番上の中のところを見てください。まあ、一番上1個目のブロックですね、中ってところで始まってます。24ページの一番上、まあ、これも促進インプットの方の、ね、テキストですけども、最高裁判例は被害者の損因を損害賠償の額を定めるにあたり信釈できるとする見解を取ってますが、学説ではね、もう大反対してるんですよ。こうだからすごくね、学説と判例が分かれてるところだから、だから聞いてきたんでしょうね。まあ、被害者の損因により損害発して蓋然性が高くね、加害行為は損害の発生を誘因したに過ぎない場合を除いてね、まあ、こういう時はまあ別なんですけど、まあ、原則被害者の損因を信釈できないという見解がまあ有力ですね。で、これにまあ即したような下級審判例ね、まあ、アルガマオ判決なんて言われますけどね、加害者っていうのは被害者のアルガマオを受け入れなければいけないんだというようなことでね、まあ、アルガマオ判決なんていう有名なものがありますけども、まあ、そんな感じの考え方が学説ではもうほとんどこっちなんですよね。というわけでそこを聞いてきたわけですね、最高裁とね。民法もですね、比較的最近の問題って結構深いですよね。過去問まだやられてない方は、まあ、ちょっと分かんないかもしれないんですけど、結構ね、民法ってほら範囲が広いじゃないですか、他の科目と比べて。だから当初はなんかね、司法試験始まってから当初はそんなに深いこと聞いてなくてね、理論的なところとかも、まあ、ある程度一つの考え方、判例通説だけ分かってれば、まあ、いいような感じの、あと判例、特にね、判例分かってれば、まあ、いいような感じのところがあったんだけど、なんかここ最近結構深い問題が、まあ、趣旨とか採点時間なんか見るとね、結構ちゃんと考えることを求めさせるような問題が、まあ、出てきてるんで、まあ、民法に関しても特にやっぱ判例と学説が結構対立しているところはね、しっかりと意識を、ね、しておいた方が、要は論文試験で狙われやすいんですよね。ですのでしっかり、まあ、やっとくといいんじゃないかと思いますね。まあ、私の促進インプット講座を取ってる方は、まあ、そちらの方ねしっかり復習をやっておいてください。で、そんな感じでね、ちょっと論証例この下見てください。24ページの一番下ですね。
こちらも類推否定する説なんですけども、加害行為等被害者の心的要因または身体的要因とが、ね、競合して損害の発生が拡大した場合に、ね、過失相殺を規定する722条2項を類推適用して損害の額を減額できるとする見解もあると。しかしこれら要因はもともと過失相殺の対象として予定されている被害者の過失そのものでない上に、これら要因は、ね、被害者が自らの意思で負担したものではないんだということね、まあ、皆さんも、ね、受験疲れでなんかたまたま乗ったエレベーター揺れて怪我が、ね、発生したと、そういう時に、まあ、治療費の一部をカットされる絶対おかしいですからね、まあ、そんな感じで、これら要因は被害者が自らの意思で負担したものではない、不法行為の場面では加害者が何よりも責められるべきものなのであり、これら要因を審酌して損害賠償の額を減額するのは、ね、被害者の救済という不法行為の理念に反し許されないものというべきだ、まあ、したがって、損害賠償の額を定めるにあって被害者の心理的要因または身体的要因を審酌することはできないんだという、ね、まあ、一つの考え方ですね。担当対策ではちゃんと判例を押さえ てくださいよ。判例知らないで学説しか知らないとそれ担当で落ちるから、まず判例はちゃんと押さえててほしいんですけど、まあ、その上でね、特にこう判例と最高裁の判例と学説が真っ向から対立しているところは論文試験狙われやすいですからね、まあ、そこのところをしっかりとやっていくということね。過去問なんか見ても判例に従って書けばいいっていうような問題じゃない時も結構ありますので、まあ、ぜひねしっかりと民法も舐めない甘く見ないようにねしっかりと勉強するところはやっておく方がいいと思います。さてでちょっとねこれに関してはちょっと問題文をじゃあ見ていきましょう。27ページのところになります。でこれねちょっと長いんでね端折りますとねちょっとこれはね今の27ページにすぐ戻れるようになんかね指かなんか挟んどいてください、で同時に32ページをちょっと見ていただけますかね。私の回答例なんですけど、登場人物をちょっと把握しておいてもらいたいんですよ。登場人物をね。で32ページの一番上、まず被害者 H さん、この方がこれから右の方に書いてある3人に対して損害賠償請求するんですけど、まあ、その根拠、それが問われてきますね。反論を踏まえてね根拠を問われてきます。でその相手方としてはまずね、そのエレベーターが設置されている建物を借りている賃借人、これが717条で第一次的な責任を負うことになると思いますので、まずその、ね、賃借人 A ですね、この方占有者であり直接占有者になります。それからそのエレベーターが設置されている建物を所有しているのは F さんなんですけど、この方所有者でもあり間接占有者でもあるんですよね。で工作物責任ってさっき言った通りさ、占有者責任と所有者責任とでは占有者責任っていうのは面積規定があるんですけど、所有者責任の方は面積規定がないんですよ。なので所有者に関しては基本的にもう占有者責任の方を検討してもしょうがないから、結局ほら面積自由があっても結局所有者として昔責任を負うことになっちゃうから、なので時間省略するためにね、出題の趣旨はね一応間接占有者として検討しろっていうようなことが書いてあったんだけど、まあ答案ではねそこを端折ってもう所有者としての、まあ、昔責任だけ触れられればいいんじゃないかと思いますね。私の回答でも昔責任、所有者としての責任しかの F については触れておりません。実際にはね取材の C の方には占有者2人いるんだと、まあ、直接占有者と間接占有者2人いるんだということが読み取れるようなことが書かれてましたけど、まあ、所有者に関しては結局昔責任を負うからね、占有者の面積規定なんか検討してもしょうがないからね、まあ、所有責任だけ書けばいいのかなというふうに思いますね。あとはそのボルトの締めをね、しっかりしなかったそのエレベーターの設置工事者 D さんですね、まあ、これについての、まあ、法的根拠をなんか示してね損害賠償請求をするんだということになってきますね。エレベーターの設置者とそのたまたま、ね、そこを訪れたその被害者との間って法律関係ありませんからね、まあ、債務履行とかできませんよね。そこでじゃあ何か特殊な不法行為あるのかっていうとさ、まあ、工作物の占有者でもなければ所有者でもないから、この工事をした人はね、ですので717条も無理だし、なんか特殊な不法行為だからそう使えないんですよね。所有者責任とかそういうのも適用できませんから、ここはどうしましょうってなると、まあ、普通に709条でやっていくことになってくると思いますね。709条ね、709条やるとき何がポイントになると思います？この設置工事者 D さん、はい、皆さん709条の要件すぐ出てきます。それが出てこないともうまずね問題文の大事な事実どんどん読み落としまくっちゃうからね。709条の要件分かります？客観的な要件とあれじゃないですか、主観的な要件分けて覚えておくと覚えやすいんじゃないですか。客観的な要件としては例えばですよ、まあ、整理の仕方いろいろあると思うんですけど、まず権利侵害行為必要になりますよね。それから、その因果関係ね、損害発生とその間の因果関係ね、権利侵害行為、損害の発生、あとその間の因果関係、あと主観的な要件として故意過失ですね。で本件は故意があるような事案じゃなかったんで、過失があるかどうかっていうところが、まあ、ポイントになってきます。でそこでそうするとこの今の4つの要件のうちね、何が一番問題になりそうですか、こういう事案ではっていうと、客観的にはねこの形ボルトの締めが甘いっていうね、そのことをやってるん でそれによって、まあ、現にこうエレベーターが揺れてね損害発生してますから、客観的な要件は全部多分満たしてるんだと思います。権利侵害行為、そして損害発生、因果関係、
客観的な要件を満たしちゃってるから。だから特に問題になるのは、まあ、主観的な要件の過失ですね。いや予見可能性があったかどうか、この権利侵害行為に対する、ね、予見可能性、と結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反があったと言えなければ、まあ、その過失の認定ができないんですけれども、まあ、それがあったのかどうかですよね。だとなので、このエレベーターを設置する人って果たして、ね、そんな第三者エレベーターをたまたま、まあ、利用するような人が、ね、まあ、そんな形で権利侵害しちゃうということが予見できたのかどうかというところね、まあ、そこのところが中心課題になってくるということになりますね。まあ、もちろん論点に飛びついちゃいけないから、709条で損害賠償請求権が認められるんだという、まあ、結論に立つ以上は、ね、全部の要件の値も軽くでも、ね、問題にならないようなやつはまあ軽く、まあ、書いて、ね、問題になるようなやつはしっかりと書くという形で、まあ、やっていくことになりますけどね、まあ、そこのところは気をつけてくださいね。論点に飛びついたあの要件過失しか書かないというのはダメですからね。特にあのその損害賠償請求権肯定するって結論立つときは、ね、一応全部の要件満たしていなければいけませんので、まあ、そこは十分気をつけてもらえればと思います。そんな感じでちょっと、問題文をね、あ、でもあれだな、今ね、あの私で喋っちゃいましたね。問題文の事実関係のポイント喋っちゃったから、まあ、問題文読むのやめときます。一応見ときますか。27ページのところです。ちょっと長いけども、12のところから見てください。まあ、実際これ設問3でしてね、その設問1と設問2に答えるにあたって、その上のところ分かっとかなきゃいけないんですけど、12のところから見てみましょう。で一応この F とか A とか出てきてね、誰が誰なんだか分かんなくなっちゃった人はね、32ページのところに書いてありますからね、あのさっきの私の回答例の図のところね、A が直接占有者、 F が所有者で、 D が工事した人で、 H が今回の、ね、被害者になります。でそこで12のところ見てください。27ページ12、F は A との間でこう建物の賃貸借契約をどうたらこうたらってなってるんですけど、あんまりあの細かい話ね、解除がどうのこうのというふうにあのあんまりあの考えなくていいです。あの設問2の方とかね、あっちの別の設問の方で問題になります。その中に2行目、 H はこれ今回の被害者です。 H は満70歳であり、衣料品販売業を営んでると。で H は事業拡張に伴う営業所新設のための、ね、建物を探していたけど、こう建物をその有力な候補として F に対してこう建物の来覧を申し出ました。まあ、とにかく、ね、H このビルを訪れてきたわけです。で H は F を通じて A の同意のもと、ね、こう建物の内部を見て歩き、エレベーターに乗ったところ、エレベーターが下降中に突然大きく揺れたため、 H は転倒して右足を骨折で、3ヶ月の入院加療が必要となりました。でエレベーターの不具合は、設置工事を行った D がね、設置工程において必要とされていた数箇所のボルトを十分に締めていなかったことに起因するものだということになってますね。でこの事実関係争いがないんですよね、問題文ね。実務はこういうところ実際あの本当にこうなのかって争いになるんだけど、あの試験ではいらないんですよね。問題文に書かれている事実は争いがない事実ということになってきます。でこういう状況になって H って何も悪くないじゃないですか。単にあの、ね、あの自分の商売にこう便利な建物があるかどうかということで、ただ建物を、ね、覗いているだけですので、まあ、そういう点でね、別に H 何にも悪いことをしておりませんよね。でこういう時にその H 実際ほらこの過料にね3ヶ月もかかってそれなりの治療費出してるわけですけど、それ減額していいんですかね。一部だからそれ自己負担ってことですよ、この H さんね。だからおかしくありません、これでもし減額しちゃったらね、こういう事情の中でやっちゃったらね、まあ、そんな感じのところを思えるかどうかってところなんでしょうね。ちなみにね、判例がなんでね、その疾患に当たるようなものとか身体的要因に当たるようなものに関して減額認めるかっていうとね、特にあの身体的要因って分かりやすいんですけど、例えば車ぶつけられたとするじゃないですか。でなんかむち打ちになるでしょ。でなんかいつまでたっても本当は治ってんのに治った気がしなくて病院にずっと通い続けちゃう人も中にはいるんですよね。客観的にはまあ 1ヶ月ぐらいまあ通院すれば治るようなものでもね、その後なんか首痛いなっていう気になっちゃって、で1年も2年もまあ通院して、で例えば毎月さ5万とか6万とかかかったら、それずっと1年2年ってさ負担していかなければいけないんだけど、ちょっとそこおかしいんじゃないかってところがあるんですよ。まあ、実際世の中ね、現実にはそういう人がいるからね、そこでやっぱりその減額っていう実際に必要性があるからね、まあ、それでまあやってるっていうところはあるんですよね。でもまあ基本的には学説の方はそういう悪いこといないことを前提、悪い人がいないことを前提にね、まあ、本当に実際に損害をが発生した時のことを考えてるんですよ。本当にその被害者がその現実にその損害を受けたってことを前提に理論的に考えてるからね、まあ、そこで理論的に考えていくと、やっぱりちょっとこう減額っていうのはおかしいんじゃないか、ある場合はやっぱ何かね、誰が一番悪いかすれば不法行為の場面では加害者が一番悪いわけだから、そこはあるままをね受け入れなければいけないんだっていう発想が出てくるんだけど、それを理論的に突き詰めていくとね、実際の実務ではちょっと不便が出ちゃうのね。世の中悪い人がいるから、その、今みたいにね、いつまでたっても病院に通い続ける人がいるからね、そういう感じでまあ減額ってところがあるの。でも司法試験ではとりあえずあのこの問題文争いがない事実で、本当にこの3ヶ月の治療費がかかったことを前提に今考えててくださいね、このところね。
まあ、そんな感じでね、この後13のとこですけども、縦13 H はこの事故に遭う1年ほど前から、これは減額要因が書かれています。時々歩いてバランスを崩したりつまずいたりするなど身体機能の低下、はい、これですね、身体機能の低下があり、13の、ね、2行目のとこね、身体機能の低下があり、平成22年4月に総合病院で検査を受けていたと。でその検査の結果は、 H の身体機能の低下は加齢によるものであってね、無理をしなければ日常生活を送る上で、支障はないけどね、まあ、定期検査受ける必要を、まあ、進めるんだってことになってます。で次の14の、ところですけど、1行目のところでね、まあ、総合病院で検査を受けたんですよ。で2行目が大事なんですけど、ほら特段の疾患はないと診断だから、判例の枠組みに立つとね、とりあえずこれ疾患はないってことになるから減額されないことになるんですよね。特段の疾患ない、この時点でね、特段の疾患はないというふうに診断されていると。で一方、この間 H の妻が病気で入院したため、 H は毎日のように病院と自宅と往復し、時として徹夜で妻に付き添っていた。そのため H は、同年7月下旬頃からかなりの疲労の蓄積を感じていたと。まあ、ここだから皆さんがね、連日連夜、まあ、受験勉強に明け暮れてね、 だいぶこう疲労が溜まっちゃったっていうのもと被るところがあると思いますけど、疲労の蓄積を感じていた。で H が同年、10月12日高建物のエレベーターの、ね、揺れによって転倒し、右足を骨折するほどの重傷を負ったのは、 H のここ1年ほどの、はい、2つ要因書いてありますね。身体機能の低下、それと妻の看病による疲労の蓄積ね、この2点があのこの、ね、損害の拡大の原因になってますね。まあ、それが原因になっているということになってきます。というわけでね、こんな事実関係の中、まあ、果たして減額できるのかどうかっていうのもね、ちょっとこう問題になってくるわけですね。あで、28ページ見てください。設問3です。結論部分ですね。で括弧1のとこですね、28ページの設問3、小問括弧1、H は事実12に示したエレベーター内での転倒により被った損害の賠償を請求しようと考えた。 H が、損害賠償を請求する相手方として検討すべきものを挙げ、まあ、さっきのね、直接占有者と所有者とエレベーターの、ね、設置工事者が思い浮かぶと思うんですけど、相手方として検討すべきものを挙げ、そのそれぞれに対して損害賠償を請求するための論拠について、まあ、予想される反論も踏まえて、まあ、論じなさいということになってきますね。まあ、論拠のところでちゃんとね、法律構成しっかり出して要件を当てはめしていくことになってきますけども、判例も踏まえて、ね、それをやれということになってます。で今度小問括弧2の方ですけど、 H の損害賠償請求が認められた場合に、はい、さっきの、H の身体機能の低下及び疲労の蓄積が損害の発生拡大を招いたことを理由として、賠償額が、ね、減額されるべきか、まあ、理由を明らかにしつつ、ね、結論を示しなさいということになってますね。でこの時にあのさ、判例の規範結論だけ出してさ、まあ、疾患に当たればあの減額できるし、疾患に当たらなければ減額できないで、本件は疾患に当たらないのは明らかなんだから、そんな当てはめで何も勝負するところなくなっちゃうでしょ。だからここはやっぱりいろいろ考えなければいけないんですよね。学説と最高裁の判例、思いっきり分かれてるところですからね。でこれちょっと出題の詩を先に見てみましょうか。この次のところですけども、29ページ見てください。2つ目のブロックからいきましょうかね。小問括弧1ではっていうあのブロックのところ見てください。29ページね、2つ目のブロックですね。小問括弧1では、 H が損害賠償を請求することのできる相手方として、まずエレベーターが設置されている建物等の事故発生時に直接占有者ね、直接占有者、これ建物借りてる人、ですけども、直接占有者であれ、とともに、ほら間接占有者ね、で私はやってないのよ、あの所有者に関してはもう所有者責任だけしか検討してないんだけど、まあ、間接占有者であり、所有者である F を考えることができると。民法717条1項でここでは、工作物責任が成立するための要件である土地の工作物および設置または、ね、保存の瑕疵についてそれぞれの意味を明らかにするとともにね、ちゃんと要件解釈して、で、建物項の、ね、エレベーターが土地の工作物に当たるかどうか、まあ、確かにね、エレベーターは直接あの土地にくっついてるわけじゃないから、まあ、一応この土地の工作物に当たるかどうかを、それからおよびね、必要とされているボルトが十分に、締められていなかったことが設置または保存の瑕疵に当たるかどうかが検討を求められるんだと。で合わせて、工作物責任を負うことになりうる、ね、A と F の関係を、工作物責任の法的性質と、占有者が損害防止に、ね、必要な注意したときは占有者の損害賠償責任の成立が阻却され、で所有者が、ね、その責任を、まあ、負うことを踏まえながら、ね、検討することが求められるということね。これはあの担当知識ね、717条 の基本的なあの法的性質になりますね。でこのほか2ってとこですけど、H が損害賠償を請求できる、ね、相手としてはエレベーターの設備の更新工事をした D を考えることができる。民法709条ね、これちょっとこれしか多分思い浮かばないんでね、709条で
注文者との間で締結された請負契約に基づいてエレベーターの設備や更新工事を、ね、した請負人である D は注文者以外の第三者の安全に対し、でほらこのどのような地義務というのは709条の要件の中でいうとあの過失に相当するんですよね、その過失というのはさっき言った通り、まあ、予見可能性、権利侵害行為についての、ね、予見可能性を前提する結果回避義務違反なんですけど、まあ、要は一言で言うと注意義務違反ですよ。なので、ね、ここのところはあの過失の要件の話だと思うんですけど、まあ、どのような注意義務を負うか、また、ね、その注意義務の違反があったかどうかってことになってきますね。注意義務違反がその過失なわけですからね、そこのところを具体的に検討しろということになってます。で今度証文括弧にですね、被害者の身体的な損因で、被害者の損害やの発生拡大の原因となったものがある場合に賠償額の減額をすべきか、その時身体的な損因が疾患といえるものであるか、そうではなく疾患にまで至らない身体的特徴であるかによって異なることとすべきか、判例は異なることとしてるんですけど、果たして本当にそれでいいのかね、異なることとすべきなのかについての理解を基礎にね、だからちゃんと判例結論してるだけじゃなくて日頃から考えとけって話だと思うんですけど、まあ、そういう理解をまあ基礎にね、で本件ほらあの典型的な事例じゃなくてね、本に書いてないのを出してきたんですよ。この加齢によるさ、年取ったことによるあの身体機能の低下とね、あとその介護看病ね、奥さんの看病で、まあ、この疲労の蓄積、まあ、してるわけなんですけど、これが、どのように捉えるべきかが問われてるんだと。一方で A はね、過失相殺の趣旨を考え、他方ではね、事実から法律上意味のある事実を汲み取って法的に評価した上で、賠償額を減額することの可否についてね、一貫した、まあ、法的機構を示すことが求められるんだってことね。だからこれ単に判例の結論だけあのしてて結論ばしって出してね、本件疾患じゃないから減額できないって、そういう単純な答えを求められてるわけじゃなくてね、まあ、ちゃんと本件のこういう要因がね、減額にふさわしいものなのかどうかね、減額の根拠として、正当化できるものなのかどうかっていうのを、まあ、ちゃんとね検討、が要求されてるってことになってきますね。で30ページですね、採点実感ちょっと抜粋、しておきました。どういう答案をね書くと、合格しやすいのかって話なんですけど、30ページのね一番下のブロック見てもらえますかね、縦4、採点をした後の交差委員の感想っていうところなんですけど、ちょっと線引いてあるところを中心に見ていきましょうか。まずってところなんですが、まず基本的な知識についての正確な理解に基づけば高い評価を得る答案はね、可能だと。で、低い答案、低いね評価しか得られない答案は知識不足が伺われた。でこの点線のところはねちょっと悪い例で私点線つけておきました。反面教師にしてほしいのね、こういうことやっちゃうと合格が遠のきますよって話なんですけど、問われてる、問題を解くために適切な法律構成を探し出すことができない答案は知識不足が原因だろうと思われると。よくやっちゃうのね、問題文で事実関係が長いからね、あのうまく法的に整理できなくて規範立てないで、あの当てはめみたいなことばっかりやっちゃうのね。でもあれ一切評価されないです。ちゃんと規範要件を出してね、必要があれば解釈論を展開して当てはめするの。さっきほら行政法でやっちゃうじゃないですか、その 法令が禁止してる身体的拘束って何なのかってことで、まずこう条文の要件趣旨からこう解釈してさ、規範立てて当てはめするでしょ。ちゃんと法的な議論をしてね、やんないといけないんですよね。でまた、法律の規定に沿って要件を明らかにし、問題文の、ね、事実の中から要件に当てはめる具体的事実を拾い上げることができると、ね、高い評価が得られ、これに対しこの点線悪い例ね、要件について論述するものの、それに具体的な事実を関係づけることをしない答案に対する、ね、評価は低くならざるを得なかったと。また、31ページの2行目のところですけど、これもしばらく悪いで、また具体的な事実が要件を充足するかどうかの論述があるものの、丁寧さにかける答案は低い評価。司法試験の論文試験の問題はもうほら見て明らかとおり事実長いからね、でそこであの事実をほとんど拾ってなかったら、当然あの法的なだから話しかしてなかったら、法的なねその判断枠組みのところばっかり時間取られちゃったら当然合格とはなんないんですよね。その事例を処理できるかどうかってことを試してるわけですからね、というわけでこうも気をつけてくださいね。この丁寧さにかけるね、答案は低い評価となり、反対にこの点を丁寧にかつ的確に論ずるものには高い評価ね。丁寧なのはいいんだけどね、的確じゃない答案って結構多いですね。やっぱそれは法的な判断枠組みの意味が分かってないからだと思うんですよ。ちゃんと規範出してね、正確な規範出して正確に当てはめしていかなければいけないんですけどね、それは初めて的確な、丁寧かつ的確な、まあ、答案になるんですけどね。ただ事実をだらだら拾って長く書いても的確な答案にはならないから、そこはあの十分気をつけてもらいたいと思うんですよね。それから4行目のところ、適切な法律効果を把握、この今の追加、5行目の途中のところですけど、法律の規定に即して事実に基づき要件に従属するかどうかを検討し判断するという基本的な作業を習得できているかどうか、またねどの程度習得できているかによって、まあ、評価が分かれるんだと。で次さらに、事実を正確に読み、説問で何が問われているかを正確に理解している答案には高い評価になるんですよってことね。というわけでちゃんと法的枠組みを正確に出してね、で当てはめも丁寧にやるということで、当たり前のことがね、書かれているということになってきますね。じゃあ最後にあの私の回答例ね、まあ
そんなに今の説明でね、だいぶその法的な話は分かったと思いますので、最後に回答例みたいなのを確認して終わりにしましょう。ではですね、32ページですね、32ページご覧ください。第3設問3というところですね。32ページ第3設問3で、縦1小問括弧1で、まず括弧1 A に対する請求からいきます。で、あのところですね、 H はエレベーターの占有者 A に対し717条1項本文を根拠に土地の工作物の占有者に対する損害賠償請求をすることが考えられると。で、同条の責任が認められるためには、 A が土地の工作物を占有していることおよび土地の工作物の設置または保存に瑕疵が、ね、あることが必要で、次の段落、エレベーターは土地の工作物である建物に付属するものとして、まず土地の工作物に当たり、これ一応趣旨でちょっと触れてたのね、エレベーターってほら土地に直接くっついてるわけじゃないから、土地の工作物と入れるかどうかっていうのがちょっと問題になるんですけどね、まあ一応建物、土地の工作物である建物に付属するんで土地の工作物と言っちゃっていいでしょうということでね、土地の工作物にあたり、設置工程に必要とされるボルトが数箇所締められていない状態のね、本門エレベーターは、土地の工作物として通常の安全性を欠くものと言えるので、土地の工作物の設置または保存に瑕疵が認められるということね。ここ丁寧にやるとさ、土地の工作物はこういうものだってことで起案出して当てはめして、またね、設置または保存の瑕疵ってのはこういうことを言うんだって言って当てはめすると一番丁寧なんだけど、ここはそんなに問題にならないから、当てはめとあのこう起案のところを一緒に書いてますね。勝負するところと勝負しないところをね、区別していかないとね、あの時間足んなくなっちゃうからね、ここのところはあのこういちいち、起案と当てはめを分けて書かずにね、一緒にまとめて書いてあります。で、次のところですね、 E のところ、まあ、H の主張に対しで反論を踏まえて書けて書いてあるからね、反論です。 H の主張に対し A は占有者としての損害発生防止に必要な注意をしていたので717条1項正し書きにより責任を負わないと、反論することが考えられるですね。で、この点ね、ちょっとここの反論結構難しいんですよね。あの建物、エレベーターついてる建物を借りてる人っていうのは、まあ、どういうことしてればさ必要な注意を果たしてるというふうに言えるかって話なんですけど、基本ほら別にその賃借人自身がね、別にエレベーターの専門知識があるわけじゃないから、なんか不具合があったときはせいぜいさそれを所有者に伝えて、で大体所有者がエレベーターの保守管理契約を結んでるんですよ、所有者の方で。ですから、まあ、その占有者としてはね、その、エレベーターの不具合があったらそれを所有者に伝えて、で保守管理業者の方に連絡させてそこで対応させるっていうことぐらいしか実際ちょっとできないんですよね。でそういうこと書いていてくれればいいんだけど、本文の事案あまりそういうことが書かれてないので、実はここの当てはめに使える事情ってすごく少ないんですよ。そういうことはね、あのちょっと補足でですね、あのちょっと別のところに書いておきました。どこだったかな、あそこあれかな、かしょっちゃったかな、あれすいません、それ書かなかったか、あそうか、ちょっとレジュメがね分厚かったから短くしようと思って削っちゃったか、はい、あの今みたいな事情があります。あの通常ね、エレベーターがついている建物を所有している人っていうのは保守契約を結んでおくんです、管理業者と。で、その建物を借りている人ってのは不具合があったら自分で直せるわけないから、でさらにそれを自分で業者頼んじゃったらさ、その所有者が頼んでる保守管理業者との関係でね、面倒くさいことになるでしょ。だから、まあ、せいぜい占有者っていうのは所有者に伝えるだけなんですよね。でそういうことをやってるかどうかってことが書かれてればそこの字を拾えたんですけど、一切ね、この今回占有者に関するこの面積自由に当てはめる字はないんですよね。でしょうがないからこんなふうに書いておきました。まあ、いのとこですね、まあ、もう一回見ていきましょうか。 H の主に対し A は占有者としての損害発生防止に必要な注意をしていたので717条1項正し書きによる責任を負わないと反論することが考えられる。すなわち、エレベーターの設置工事から約8ヶ月しか経ってない時期に設置工事者ではない単なるエレベーターの、まあ、ど素人ですよ、単なる賃借人に過ぎない A がね、目に見えないボルトの不具合を発見できなかったとしても、まあ、占有者としての注意義務違反があったとは言えないと。まあ、仮に明らかにおかしいところが外見上分かってさ、本人気づいてたんだったら、それはすぐ所有者に連絡してね、保守管理業者の方に所有者通じて、まあ、さらに連絡してもらって、それでエレベーター直すってことは義務付けられるとは思うんですけどね、まあ、そういう事情もなかったということで、従って A は損害発生防止に必要な注意を尽くしていたものということで、A の面積を認めるべきだって形でやってきました。ここ非常に書きづらいところですね、この問題の。書きづらいところでありますね。面積順に当たる事情があまりないんでね、非常に書きづらいところでした。で今度括弧に F に対する請求で、これさっき言った通り出題の趣旨の方は直接占有者としての責任のね、検討も一緒にやってもらいたかったみたいなんだけど、でも結局ほら占有者として、まあ、必要な注意尽くしていたんだとしても結局所有者って昔責任を負いますから、まあ、そこのところが一番メインになるんですね。というわけで、まあ、その所有者責任だけ書いておきました。括弧に占有者 A の責任が免責されても工作物の所有者である F は、ね、717条1項正し書きによる無瑕疵責任を負うと。そこで H は建物の所有者 F に対して工作物の所有者の責任に基づく、ね、損害賠償請求をすることができる、まあ、こんな感じですね。このところはあんまりこう書かずにやってきましたね。
で最後 D ですね。このエレベーターの、ね、まあ、設置工事した人なんですけど、こちらは790で、さっき言った通り過失の要件が特に大事になりますので、そこをしっかりと、ね、注意義務違反のところをしっかり、特定してやっていくといいと思います。まあ、カッコさんであのところです。 H は D に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に、ね、治療費相当額の金銭や慰謝料の請求をすることが考えられる。709条710条で E のところですね。不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、でこれ、まあ、一応ね、丁寧に書くなら、さっき言った通りさ、客観的な要件と主観的な要件を分けてさ、まあ、権利侵害行為と、まあ、損害の発生と、それとの間の因果関係とね、それから主観的な要件として、まあ、故意または過失というのがありますけど、まあ、私はもうここのところね、もうさっと書いちゃいました。まあ、この故意過失による権利侵害によって損害発生で、故意または過失でこれ要件1個でしょ、で権利侵害これで要件1個で、よってってとこれ因果関係だからこれで要件1個で、損害で要件1個、これで合計4個要件ありますからね。不当利得のとこもそうだけどさ、いちいちね、どんな時にも丸1、受益があって、丸2損失があって、丸3受益に法律上の原因がなくて、で、受益と損失との間に丸4因果関係があってとかってやんない時もあるじゃないですか。だからそれはケースバイケースなんですよね。どこのところで勝負するか でこんなところでなかなかね、問題にならないような要件まで長く書いてもしょうがないから、まあ、ここは一つにまとめてねやりました。でもここで一つ一つの要件をちゃんとしっかり書かなければいけない、要はもう790条のことしか聞いてない時になったら、さすがの私もちゃんと丸1丸2丸3丸4ってさっき口で言った通り、まあ、709条の要件ちゃんと分けて書きますからね。まあ、だけど今回は別にそこまでしなくてもいい、というところでね、過失のところを中心に書けばいいから、他の要件はさらっと流そうという戦略に出ております。まあ、そんな感じでですね、ちょっと見ていきましょうか。 E のところですけども、続きのところですね、 E のところの2行目の途中からですが、H がエレベーターの揺れ、で転倒し、右足骨折の重傷を負ったことでね、治療費相当額の金銭や治療の相当額の損害を受けたのは、はい、ここで要件3つもうやっちゃいます。客観的な要件全部3つここでやっちゃいます。 D がエレベーターのボルトを十分に締めていなかったことが原因であるため、はい、 H の権利侵害行為ね、客観面権利侵害行為でよって、これ因果関係で損害ってことね。だから権利侵害行為と損害と、それとその間の因果関係ね、客観面の3つの要件もう満たしてるんですよって、ここで終わりにしてますね。このところなかなかやってもしょうがないでしょ。例えば損害が発生したと言えるかが問題だなとかさ、因果関係があると言えるかどうかが問題だなって、そういう事案じゃないですか。じゃないですよね、この事案はね。明らかにこの3つの要件満たすことは明らかですから、それで、こういうふうに書いてますね。これはなんでここにやるかっていうとね、私手書きで答案書いてるからなんですよ。時間内に書けなかったら意味がないからね、問題にならないところはさらっと書いて、問題その事案で問題になるところを厚く書くっていうことをやってます。まあ、実は今日この直前も答案書いてたんです。受験生と一緒にね、ミニゼミやって、まあ行なんだっけ、何のかもか、係争法の答案書いてたんだ。それもねやってましたけどね、書けないことが書いてもしょうがないからね。まあ、そういうところで、こういうふうにやってます。で過失はちょっと大事なんで、規範出した方がいいでしょう。ここで、D としては過失が認められるためには、少なくとも権利侵害に保険可能性がなければならないところね、D は設置工事をした当時 H が転倒をしてね、骨折をするとの権利侵害を予見できなかったということで、事故に過失がないと反論することが考えられるということで、一応ちょっと規範の内容が分かるような少し丁寧めな、こう問題の、ね、所在の示し方をしてますね。まあ、もちろん過失とはね、権利侵害行為についての予見可能性を前提する結果回避義務違反を言うんだって形で、まあ、出してくれてもいいんだけど、まあ、それが分かるように中身書いてきました。でしかし、エレベーターの設置工事をする者としてはボルトを十分に締めなければね、エレベーターの不具合により利用者が怪我をするというね、結果発生を予見する義務があると言えるし、この予見義務が認められればね、ボルトを十分に締めず結果発生防止義務を怠った者としてね、過失責任を取れると考えるということで、過失認めてね、損害賠償を結論として、まあ、肯定してますね。まあ、こんな感じのところになってきます。で今度、被害者の訴因のところですけども、縦にの小問括弧に括弧1で、私はここの分野に関してはね、まあ、担当対策で判例覚えてますけど、論文で書くのはもう嫌なんですよ。本当にさっき言った通り、あれだけ散々ね判例批判してますので、もう絶対判例書きたくないの、このところは。だから先に判例を出しますね、批判の。判例と違う見解立つときは判例批判しなきゃダメね。いきなりその判例と違うことをやっちゃうと、判例知らないとただ思われてあんまりいい評価受けられないから、判例と違うこと書くときはちょっと判例は指摘した方がいいですよ、もちろんね。でそんな感じちょっと見ていきます。過去1、判例は疾患や身体的特徴などの被害者の身体的要因が損害の拡大につながった場合にね、疾患に当たるものであればね、まあ、その対応程度などから加害者に損害全額の賠償させることが公平にするときは722項ね、類推して、そのね減額認めてるんだと。で身体的特徴に過ぎないときは減額認めてないんですということで、まあ、判例さらっと紹介してます。で、しかし私が言いたいのはね、この次のところです。しかし、そもそも加害行為がなければね、被害者は損害を被ることはなかったということや、被害者自ら望んで疾患になったわけでないことを考慮すると、疾患
を、ね、被害者の過失を同意することはむしろ損害の公平の分断を図るという法行為の制度や過失相殺の制度の趣旨に反するんだと、故意または過失により、ね、加害行為をした者は疾患や身体特徴も含めて、ね、被害者のあるがままを受け入れて、ね、もう賠償するというのがそれがもう、ね、損害の公平な分担という、もうまさに不法行為の制度趣旨にかなうんだというところですね。というわけでもう疾患に宿ろうが何だろうが、ね、もう減額はしないんだというふうに、まあ、私は学説の方に立って、ね、やっております。それと当てはめですね、括弧に本文では H の加齢による身体的機能の低下は避けることができない自然事象であり、ね、まあ、疾患に当たらず、一応判例に立った場合は一応こういう当てはめするので、判例に立った場合もこういう当てはめで一応疾患に当たらないとやるんでやりますけどね、自然事象であり疾患に当たらず、疲労の蓄積もそれ自体疾患に当たるとは言えないけど、でも私の見解に立っちゃうとこれがもう疾患と言えようが疾患と言えないが、そもそもね、減額を、損害賠償の額を減額することをもう正当化するようなものとしては認めてませんので、もう減額はできないという、まあ、結論になってくるわけですね。はい、というわけでですね、まあ、一応今日ね、論文の書き方ということで比較的、まあ、過去問の中でも簡単な問題を、まあ、取り扱ってやりましたけど、まあ、もしね、今後、短期間で合格する力を、まあ、身につけたいというんであれば、まあ、例えば私の方でしたら、あの基本知識まず入れるところで即死インプット講座っていうのをやってましてね、でその後論文完成講座っていうのを、まあ、やりますけど、まあ、そちらの方でね、あの、まあ、勉強してもらえればと思いますね。まあ、それ以外でも、まあ、いろんな方法あると思いますので、各自、まあ、効率よくね、勉強して必ず、来年のね、合格を、まあ、勝ち取ってもらえればと思います。じゃあ、今回はこれで講義は終わりにいたします。どうもお疲れ様でした。